はい、皆さんはどっちです。今日は2018年2月の1日です。月が変わりました。夜中の12時1分です。夜中の0時1分か。よろしくお願いします。ごめんごめん、枠あれな、1分過ぎちゃったよ。ちょっと収入の関係で枠またぎたくなかったんだけど、しょうがないっすね。和骨です。よろしくお願いします。今月も皆さんよろしくお願いします。先月もたくさんご支援ありがとうございました。マンスリーランキング圏外になってしまって、応援してくれてた人申し訳ありませんでした。今月頑張るんで応援よろしくお願いします。あ、バガありがとう。今月初アイテムありがとね、あまおちゃん。はい、お経の CD さん、ハートありがとう、ワドツ。引き続き漫画を語っていきましょう。俺はなんか嫌だな、なんかこう、リアリティっていうかね、なんだろう。愛ってすごく大事なものだし、愛ってもっと愚かなものだと思うんだよ。ちょっとご飯食べていい？ちょっとご飯作ってくるわ。腹減った。
チャーシュー丼です。チャーシュー丼です。はい、どうもどうも。おお、臨時13号ありがとね。いただきます。チョコのお返し？チョコのお返し？お返しなんかしないよ。うん、てか俺はチョコなんかいらねえ。KP。手作りチャーシューも。手作りチャーシューと煮卵ですね。いただきます。うまっ。うん、うまい。いいね。マヨネーズ。チャーシューよく手作りするね。でものんちゃんが作ってくれたんだけど、今回俺のチャーシューじゃなくてのりこチャーシューだね。一手間かけた方がうまい。今回はね、肩とバラを合わせたチャーシューだね。紐で縛ってバラ肉と肩ロースを合わせた。俺らの作り方は醤油をベースで、ニンニクとネギの青い部分あるな、あのボンって入れて、ネギの青い部分、ニンニクで醤油に少しみりん入れたりするね。まあ甘めの確認したかったらみりんを多くするって、うん、いろんな作り方があるよ。うまい。自炊が一番うまい。
やっぱ手作りなものっていいよね。なんでこうお店で食べるのと変わるんだろう。なんで女の人のシェフっていないんだろうな。見てください、チャーシュー丼。あれはハムでしょ。チャーシューはすごい時間と手間がかかる。油をゼラチン質に変えるために湯通しないといけない。圧力鍋持ってない。マンスリー頑張る、ありがとう。相手もありがとう。メコいらっしゃい。たまにさ、宮崎駿とかジブリ嫌いっていう人いるけど、あれなんでなんだろう。いやもうジュースも買わないよ。優子さんいらっしゃい。ジュースも買わない。生き延びよう。もしあれだよ、生活保護の頃みたいにシーチキンご飯とかになるかもね。お菓子はあんま食べないから。いやほんとツナご飯ばっかり食べてたよ。あと朝マックのソーセージマフィン単品100円、それを2つ買ってくるの朝飯。ねんじょさん手際良かったね。うまいとかまずいじゃない、生きるためだよ。あんな猫じゃねえんだから人間の食い物じゃねえよ。まともな家庭がさ、お母さんがシーチキンご飯出してきたら怒るだろう。メガホンありがとう。うまいとかまずいじゃないの。お前さ、結婚した彼女がさ、今日のご飯よっつって缶詰とさ、ご飯炊いたご飯出してきたらブチギレるでしょ。そういう食い物だよ。そうだね、シーチキン、カツオとマグロの2つあるね。切れるでしょ、こんなのご飯じゃねえよって。犬とか猫じゃねえんだぞって。宮崎吾郎、宮崎吾郎に対してひどいこと何回もやってるじゃん、宮崎駿。
宮崎駿、宮崎吾郎に対してひどい仕打ち何回もやってるでしょ、うん、可愛がってないでしょ全然、むしろいじめ抜いてると思ってるけど宮崎吾郎のこと、まあ、宮崎吾郎作品はあんま好きじゃない。俺クリエイターは性格狂ってていいと思ってるね。性格悪ければ悪いほどいい、作品が良ければ。いや、あれを監督にしたのは宮崎駿じゃない、鈴木敏夫だから。要は後継者がみんな独立しちゃったから後継者育てらんなくて、あの一人いたじゃん、耳をすませばっていう監督いたんだけど、育ててたんだけど亡くなっちゃったでしょ。だから後継者いなくて庵野をスカウトとかしたんだよ鈴木敏夫。苦肉の策だよあれ、鈴木敏夫だよやったのは。何もないよね、うん、俺ほんとねあれだもん、あのなんだっけ、あのいい歌あるじゃん、テルーの歌っていい歌、あれなんだっけ、あの作品見た時にねテルーの歌のミュージックビデオかなと思ったもん。名作だったね、海が聞こえる、耳をすますばね、なくなった。なんだろうね、あれすごい良かったよね。早音も違うけどジブリっぽさがあったじゃん、耳を澄ませば。ちゃんとジブリイズム継承してて、かつなんかこう独自の監督の色があって、すごいいい作家だったよね。トムさんいらっしゃい、うん、惜しい人を亡くしたよね。あとアニメの監督でコンサトシが亡くなったのはすげえでかいと思ってて、結局何押し守る宮崎駿のね感じになっちゃってるけど、コンサトシは本当に作家として尖ってたと思ってた、うん、もう最後の作品じゃないの、次が、あの物理的に最後になると思うよ。あでもね、かぐや姫とかタヌキとかホタルとかってあの多分ねずーっと残ると思うよ。作家としてそのなんだろう、大衆まで落とし込むけど、高畑勲って歴史に残そうとしてるんだよ。例えば蛍の墓だったら戦争を忘れるなよとか、高度発展期のそう失っていく山とか、こういう風に日本っていうのはなくなったよっていうのはタヌキで描いてるし、逆に日本の古典を引っ張ってこようって言ってさ、かぐや姫を描いたわけじゃん。ジブリはねまたあのクリエイター戻して、今最後の作品作ってる、宮崎駿の。一回解体はしたね作画部門は。千尋はなんであんなブサイクなのか。ブスだから風俗嬢になるっていうことなんだよ、うん、風俗嬢になるのはブスだっていうメッセージじゃない。俺のおにぎりめちゃめちゃうまいよ、世界で一番うまいよ。そう、商業的にはね宮崎駿が稼いで高畑勲が食いつぶすっていうだから高畑勲の方が予算かかってるんだよね毎作品。かぐや姫とか狂ってるぐらい作画してたもん、すごかったね、狂気を感じるよね。高畑勲作品好きだけどな。宮崎駿の永遠のライバルだからね。かぐや姫良かったよね。え、かぐや姫も良かったし、ポンポコもいいぞ、他の作品いいぞ、ホタルの墓とかもいいぞ、うん、かぐや姫だけじゃなくない、全部良くない。あ、山田くんは見てないな、微妙だろうな、山田くん見てない。そう、高畑勲方法経験を隣の山田くん、高畑苦手なんだ。まあだから誤解があるからね、高畑作品に関しては。蛍の墓ってあれ戦争がいかに悲惨かって話じゃなくて、
食えなくて、セータのわがままで節子を餓死させたっていう話じゃん。戦争の悲惨さがメインテーマじゃないかんね。あれは、セータの妹を殺しちゃったっていう懺悔の旅だかんね。メインテーマは。セータが悪いよね。悪いっていうか、セータが悪いのかっていう、だからそこが面白いところなんだよね。セータのわがままで殺したのか、戦争が殺したのかっていうのがメインのテーマなんだけど、だ戦争の余波でその死んだ人の話だから面白いよね。ナウシカはね、特にコミック版面白いよね。オーマね、オーマ、オーマがかっこよすぎる。アリ暮らしのアリってそんなに悪くないと思ったけどな。意外と頑張ったなと思ったけど。わかるよね、親戚のおばさんね、なんてひどいやつだって思うけど、大人になるとまともなことしか言ってないんだよね。働けって言ってるだけなんだよね、うん、親戚にいびられてじゃないよ。僕の金なんだからっつって、金が通用しなかった時代の話だから。いや、金で物が買えなかった時の話だからね、うん。これアリエッティそんなに悪い作品だとは思わなかったよ。頑張ったなっていう、いい作品かどうか、名作ではないけど、普通に頑張ったと思うよ、ところどころ。すげえなんか新しいことやろうとしてもがいてるなっていうのは伝わってきて、俺はすごいなんか次の作品期待しようと思った作品だったね。風立ちぬはメンヘラの話じゃないよ。最高傑作だよ、宮崎駿の。あれはバカじゃ理解できないから、風立ちぬは。風立ちぬは本当にすげえと思った。要は子供に見せるっていうタガを外すとこうなるんだっていう、それは理解できねえよなっていう。地震のシーンすごかったよ。俺実際被災してるからさ、成田で。まんまあの感じだよ。向こうから来るの、地震が。道路がうわーってうねってくんの。こうやってドラゴンみたいに。俺本当にこの世の終わりだと思ったもん。コンクリートがこうやってうねってんだよ、坂道を。で、車がバウンドすんの。バインバインって。で、バリン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 って。水道がピシー。何これって思ったもん。もうゴジラみたいだよ。ギャーって声が聞こえた、女の人の。えー、みたいな。何起こってんの今みたいな。あれすごかったよね。まあまあまあ、そのアニメーション的な技術的な描写力はさ、宮崎駿の右に出る人はいないからさ、そういうシーンがすごいのはもう分かってることじゃん。ポニョの海のさ、海が魚になるってポニョが駆け回ってくるシーンとかさ、あれ狂ってるじゃん。ああいう、そういう、なんつうの、アニメーションの小回りとかのさ、作画のこだわりとか、そういうのはもう、叶う人いないかんね、あの人に。赤穂津の森でしょ？そう。俺は桜で被災したんだけど、すごかったよ。漫画喫茶の棚、全部、足の膝まで漫画が埋まるの、通路が。笑うでしょ？棚が全部倒れてきて、倒れるつうか、中の本がぐしゃーってなって、膝まで漫画、ブワーって通路に埋まっちゃう、出れないの。妄想シーンが入り出して置いてけぼり感違うよ。ただ机でこうやって線を引いてる、飛行機の設計図引いてるシーンなんか書いてもつまんないでしょ。あれをアクションに変えることができるんだよ。ブワーってカビが飛んで、頭の中の世界と現実を両方とも書いてるんだよ。あれ天才だよ。あれを作画でできるやついる？あの頭のイメージの世界と現実、要はそのクリエイターの世界を描いてるんだよ。クリエイターってそういう人だから。要は俺も分かるもん、気持ち。俺ニコ生やってた時もう現実世界でコメント見えてたかんね。文字がこっちからこっちに流れてたもん。まあだからその車とかをこう生きたようにするっていうのは天才だよね。生き物みたいに描くっていう。
俺あんので声優良かったと思ってるけど、なんか批判多いよね。ポニャの津波もそうだね。うん、そう、バインバインバウンドしたり生きてるように見せるんだよね。要は鉄なのに歪むんだよね、ギューンって。ポニョの、あの、お母さんの運転手位とかでも生かされてるよね、やっぱ。まだ健在なんだっていう。なんか風立ちぬは理解できない人、理解できない、あれリテラシーが高くないと無理だよ。あれは結局直子を愛せなかった話なんだっていうのを理解できないとね、あの感動はないよ。死ぬまで愛することができなかったっていう話だから。背景の描き方、高いところや塔の上を主人公に走らせたら宮崎駿に右に出る者いない。あの宮崎駿っていうのは上に登って下に落ちるっていう構造だって評論家がいるね。あの町山智博さんはそういう風に評論してて、最下層にいる人間が世界の最上部、要は権力者層とか古代遺跡とかまでガーって登り詰めて、こんなのダメだって言って一気に下る話なの。全部がそういうストーリーになってるの、ね、一気に塔の上まで行って塔に下がるっていうか、権力者のところまで行って下がるって。まあ魔女の宅急便とか違うかもしれないけど、まあラピュタもそうだし、カリオストロの城もそうだし、ナウシカもそうだよね。だそれは 絵の中に現れてるよね。そういう頭の思考がそのまま絵になるから。いやいや、でもその評論は正しいと思ってるよ。やっぱり地に足つけよう。だあれもそうじゃん。要は神様に会うって、もののけ姫も神様のところまで会いに行って天まで届いて、だけどやっぱり地に、我々は地に降りて暮らそうって話だ。原作を映画化はしないだろうな、多分な。もう物理的に不可能だろうね。いや、それはトモさん間違ってる。その評論大っ嫌いの。ジブリのご飯美味しそうって、そんなことないから。あの人はご飯大嫌いな人の、宮崎駿って。あのね、ご飯シーン全部こんな食ったりぐちゃぐちゃ食ったり、あのなんもう料理描くの一番下手なアニメーターなんだよ。よく見てごらん、女の子、可愛い女の子が家に来て焼いたパンの上に目玉焼き乗せるご飯あげるか。俺からすると最低な飯だよあれ。うまそうに食ってるシーンねえじゃん。ガツガツ食ってるか、ハムハム無機質に食ってるじゃん。あの人は料理に対する愛情ないよ。ないよ。いやだから洗脳されてんの、それは。美味しそうって。じゃあともちゃん俺の家に来て、素敵な男の子の家っつって、俺がパン焼いてそこに目玉焼き乗せてうまいだろうって言ったら怒るでしょ。だから実際シータはまずそうに食べてたじゃん。なあ、海賊もガツガツ食ってるしさ、千と千尋なんか お父さんとお母さんが食欲がダメすぎて豚になったんだよ。あんななんだかわかんないもん食って、どこがうまそうなんだよ。お前ナウシカなんかひでえよ、お腹すいたでしょって、クコの実をあげるっつって、栄養価が高いのっつって、ポリポリお前ピーナッツ食ってんだよ。どこがうまそうなんだよ。白米9割だよ。そうそうそう、言われてみたら料理に対する愛情ないでしょ。これ庵野が言ってんの。あの庵野も言ってるし、有名なんだよ。毎日同じ弁当食ってんの。奥さんの毎日同じ、もうガソリンだと思ってんの。飯食うの嫌いなんだよあの人。ガガガーって食って終わりだの。はい、もう飯なんかいいって、いつまで飯食ってんだって怒る人なんだから。そう、汚く食うっていうか、もうエネルギー源なんだよあの人にとって。食ってる喜びとかないの。バガーありがとう。だからね、なんかジブリご飯美味しそうとかいうやつね、本当に絵見てんのかよって、騙されてるだろうと思って。だからそれがリテラシーだよ。もう天敵でいいでしょ本当に。いやー、よく見てごらん千尋の。いやそれね、イメージで美化してんの、本当に見て。だからね、みんな記憶で美化するから嫌なんだよ。まずそうっていうかね、ガツガツ豚みたいに食うんだよ。アミいらっしゃい。
どこがうまそうなんだよ。品性のかけらもねえよ、はっきり言って。だからね、なんかね、嫌なんだよね。そのイメージで、ちゃんと見ないで勝手に脳内保管、変換する人嫌なんだよ。じゃあ、俺は漫画に現実求めないって言ったら違う。リアリティの話。リアリティ。要はグロさ。そこじゃないって言ってんの。要は食に対するリアリティを求めてるんじゃなくて、要はね、押井守は食い物に対してすっごいうるさいから、めちゃめちゃうまそうに書くから、湯気の立ち方、ラーメンとかも、そう、腹が減ってたらうまそうに見えるだけなんだよ。パフェありがとう、アーミー。要はね、作家性っていうのを見えないとね、本質はつけないよ。アニメとかはちゃんと見れない。あの人に飯のディティールなんかないよ。あとね、お経の CD ね、漫画とアニメはね、あの動きがあるから、実はね、そのリアリティの書き方って違うの。俺が言ってるリアリティっていうのはそういうことじゃないの。現実っぽく書けっていうことじゃないの。こだわりがあるかどうかの。いや、デフォルメされててもいいから、その湯気の立ち方であったり、そのチャーシューの照りであったりとかね、もう食い物に対するこだわりっていうのは分かるんだよ。食い物に対する。はい、ワドツ。タイムリープもの別に嫌いじゃないよ。別に嫌いじゃない。タイムリープとかその SF 的な作品は別に嫌いじゃない。ただそこがメインになったら終わりだと思ってるね。実際俺バタフライエフェクトとか好きだしね。そう、要は愛情がどこにあるのかっていうのを見抜けないとダメ。料理に対する愛なんか宮崎駿で見たことないよ俺。だってお前さ、15秒で試着しなって終身、ガツ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 ババアがこうやって食ってて、ガシャーンってやるんだよ。あれで料理うまそうって言うの？ガシャーンってやるでしょ。その後ラジオ置いて通信だっつって、暗号が来てるって言うでしょ。食い物を、こうやって食って、ガーって食って、こうやって食った後ガシャガシャガシャだよ。お母さん怒るよ。どこがうまそうなんだよ。そういう作風だって。俺ポニョも全部そうじゃん。全部のシーンそうじゃん。ポニョなんかさ、お母さんがポニョが来た美味しいご飯食べさせてあげると、お前チキンラーメンだぞ。チキンラーメン食わせてんだよ。考えられないよ。可愛い女の子が家に来てパンの上に目玉焼き、遭難した女の子を救い上げて美味しいご飯食べましょう、チキンラーメン。笑わせんなよバカ野郎。本当に汚いよね。よく、あれを見てよくジブリのご飯美味しそうって食わせてやるよ。じゃあ家に来て生ハム、こんなでっかい生ハム食えって、ナイフ刺さってるやつ食えよ。うまそうならパン焼いて目玉焼き乗せてやるよ。バターもかけねえし、マヨネーズもケチャップもかけねえで出してやるよ。それうまいって言えよ。うまそうって言うんだったら俺が再現してやるよ。タバコはすごいの。タバコに対する愛情はすごい。そう、いいところ。魚さん、カリオストロもそうだし、風立ちぬタバコうまそうにするでしょ。タバコが好きなんだよあの人。なつしさんいらっしゃい。タバコはうまそうにするの。だからタバコに対する愛情あるでしょ。そう、こうちぎって渡したりとか、くしゃってるタバコをこう拾い上げて愛情感じるだろ。こうやってやったりとか、こうやってこうやってやったり。紅の豚もタバコうまそうにするでしょ。タバコは好きなの。これが作家性。その通り。だからパカパカするじゃん。タバコ。主人公たち。これが作家性よ。いや、戦時中の食事に対する考えなんかないよ。っていうか、まず、戦争中の、あれ、だってお前さ、もう一個出てきたよ。お前、
風立ちぬなんかお前さ、外人クレソンだけ食ってんだよ。ドイツ人。クレソンの山菜うまいっつって野菜だけ食ってんだよ。どこが食事なんだよ、あれの。クレソンは体にいいですっつって。レストランにいてよ、クレソンだけ食ってる。クレソンうまいよ。クレソンだけ食ってるんだよ。そんなやつ見たことある？ずーっとクレソン食ってんだから、レストランに入って。前菜じゃないよ。こんなでっかいバケツにクレソンだ、クレソンだっつって。食事に対する愛情なんかないよ、宮崎駿は。笑わせんなよ、本当に。いや、クレソンは美味しいよ。うん、いやー、もう最悪だよ、あんなの。そなたの飯、そなたの雅なワンジャーっつって。味噌溶かした米の雑炊、ぐっちゃぐちゃ、グロい。ドブニだよ、あれ。ドブニ。汚ねえの、ぐちゃ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 っつって。明日かなんか、うまいとも何とも言わないじゃん。すすって食って。話、もう、箸置いて。あれが宮崎駿なんだよ。飯はエネルギー源なの。ホタルの墓は高畑勲だから。宮崎駿作品じゃないから。よく言うわ、ホタルの墓の飯なんか最悪だろうがよ。お前ネズミとかお前虫とか食ってんだよ、節子。だから病気になって餓死すんじゃん。よく言うよ、ホタルの墓の飯うまそうじゃねえだろう。うわー、鍋開けたら虫入ってるっつって。虫入ってんだから。お前らアニメ見ろよ、ちゃんと。あの雑煮じゃねえよ、虫食ってらっていうシーンだろ。めちゃくちゃだよ、ほんとに。そう、ただ生きてくために食うだけっていう宮崎駿の思想がまんま出てるんだよ。まんま出てる。だからね、やっぱね、こういうコメント欄見ると、ああ、やっぱ大衆って分かってねえんだなって。本当に思う。ちゃんと書いてるのに勝手に脳内保管して物語変え美化するんだよね。あのね、ちゃんまんの料理は実際俺食べたことないけど、絶対うまい。断言します。ちゃんまんの料理はうまいです。あの話聞いてる限り。ただ、盛り付けが絶望的に下手なの。ちゃんまんの料理はうまいんだよ。ただ盛り付けが絶望的に下手なの。いや、まずく見せる天才なの、あの人。俺ね、ちゃんまんの話聞いてない、作り方聞いてて、あ、この人料理に対してうまいだろうなっていうの絶対わかるのよ。そう、盛り付けセンスがまるでない、ちゃんまんは。もったいない。多分うまいと思うよ、飯は。あの人ほら、外食とかでもツイッター上げるぐらいだから、食い物にうるさいはずだから。美食家だから、あの人。そう、妖怪さんいらっしゃい。ちゃんまんはそこなんだよな、もったいねえのが。うん、盛り付けがシンプルなのはうまそうに見えるんだよ。要はね、あのね、店で働いてたらわかるんだけど、盛り付けってすごいこだわるのよ。皿とかそのパセリを乗せるのはなぜなのかっていう話よ。うん、要はね、皿のチョイスとかが絶望的に下手なんだよ。もったいねえよな。お品書き手書きでいいんじゃないの。ワープロで打ってるより全然いいじゃん。いや、食い物はまず見た目からだよ。食い物はまずは見た目から。盛り付けとか雰囲気って大事だよ。実際味に影響はあるもん。アニメはドラゴンボールが好きなんだ。
今日の昼飯ってさっき食べた手作りチャーシュー丼がさ、俺の朝飯、昼飯じゃない、寝てた。今日は疲れて。俺だって俺が作った料理うまそうって言わせるもん。まずそうって俺言われたことないよ、料理に対して。見る？俺が作った料理。俺が料理作ると女の人からも批判的な声上がらないもん、絶対。見る？料理。盛り付け大事なんだよな。福本の画風、料理の盛り付け、ちょっとわかんないな。まあ、じゃあチャーシュー見せようか。俺が作ったチャーシュー見せるから待ってて。チャーシューはどこだろうか。絶対食いたいって言うと思うよ、普通に。ちょっと待ってね。いや、うまそうじゃない？皿とかにもこだわるし、オムライスすごい美味しいよ。美味しそうでしょ？いや、うまそうでしょ、普通に。わかる？だから料理1個で写真1個でもわかるはずなんだよ。店みたいでしょ？いや、実際店みたいにうまいって言われるもん、俺。あとあるかな。食い物の写真探すか。いや、別に批判的、食いたくないっつうんだったら食いたくないで別に構わないよ。でも料理に対する愛情は絶対伝わるはずなんだよ。あ、だ、味覚音痴なやつがいるからな。煮卵ももちろん作ってるけど、まあたまたま写真撮ってないだけ。あるかな？なんか。料理ね。旅配信やってたからないな。最近作ってねえな。全然普通にうまいと思うよ、俺。ねえ。あれでチャーハン作ったら最高だろうね。角切りチャーシューが入ってて最高だろうね。分かってるね。俺のチャーハンは世界一うまいかんね。やばいよ、とろけるよ。俺は食べてる時咀嚼音する人は許せねえけどな。咀嚼音をする人は食い方育ち悪いなと思っちゃって、なんか一緒に飯食いたくなくなっちゃう。チャーシューうまいよ。くちゃらは無理だな。なんか食ってる時ってその親の育ちみたいなのが見えるから嫌なんだよね。ああ、それはお花畑レスラーさん、親の教育が正しいよ。配信者わざとやってんだよ。要は汚いとか臭いとかコメント書かせるためにわざとやってんの。だからよっさんと飯食ったことあるけど、くちゃくちゃ食べないかんね、あの人。出てこないな、料理の配信、料理の写真が。あれわざとだよ。品のある音っていうか、俺は咀嚼音は絶対嫌だね。断固拒否。それだけでなえちゃう。フレンチ？和道フレンチ？いや、もう何食ってもうまいよ。俺が作るもので外れはない。外
はっきり言っとく、ないです。外れるわけがない、俺が作って。はいはい、またね。そう、いや愛情だよな、愛情。料理は愛だよ。いや手間暇かけられるかだから。いやつまらない出汁をさ、こうなんこうどうするこうするっていうのをやれる人だよ。うん、つまらない作業にね、こう愛情を注げる人はね、料理がうまい人ですよ。全然作ってねえな俺ご飯。全然作ってねえわ。味の素別にいいと思うけど、俺は味の素家にないね。味の素がない、家にあないです。別に味の素使ってうまくはなるだろうけど、要は店の味になるんだよね、均一化された。俺はあんまり味の素の味で作られた料理美味しいと思わないね。バガありがとう、マチルダ、ワタツ。うん、いや結局ね、調理の工程なわけですよ。料理って何なのかっていうと、素材とかじゃないんだよ。要は工程をちゃんとできるか。要は料理下手なやつっていうのは、野菜切って全部ボウルに入れてドバッて入れて炒めるやつだよ。要は芯がある素材っていうのを先に炒めるとかできるかっていう話だよ。いつ塩と胡椒を入れるのかって、みりんは煮切るのかって、調味料全部混ぜてベチャってやるやつなんかダメなんだよ。うん、そういうことよ。いや別に入れてもいいんじゃないの、うん、うまけりゃ。ただ俺は嫌いってだけで、それが俺はただそれが嫌いな。さじ加減ができない人いるよね。そこはセンスなんだろうな、ただ単に。そこはただ単にセンス。ジロー、俺は歌舞伎町の店一回行ったけどダメだったな。ダメだ、料理の写真が全然出てこない、ごめん。ああそうなんだ。いや料理はね、うまい人とダメな人も本当にね、要はね、味覚って子供の頃形成されるから、そのわからない人はわからないんだよ。そのもう味が狂ってるから、味覚ってね、実はね、子供の頃だけに形成されるもんだから、育てようと思ったら子供の頃に訓練しないとダメだ。センスだね。だ当たり前のことができないんだよ、その料理下手な人って。ああ自信ある。まあコークはうまいだろうな多分。うん、火加減味加減、うん、要はね俺ね、セックスにもそれが出ると思ってんの。セックスにも。料理とは違うけど、以前放送で食べてたちくわが美味しそう。めちゃくちゃうまい。
竹ちくわね。竹ちくわ、あれはお取り寄せした方がいいよ。めちゃくちゃうまい。いや、セックスに出るよ。うん。俺はね、実は母ちゃん飯作らない人で、ばあちゃんがずっとお店やってたの。だから、そのばあちゃんの飯の味に慣れてるから、いや、ずっと外食してるようなもんなんだよ。もうずっと料理屋やってたから、ばあちゃんは。30代から。調理師免許も持ってるし。子供の頃から慣れてるの、うまい飯に。和道定食か。今からは作る気になんないけど、筑前煮もまあまあまあ、筑前煮物なんつうのは誰でもできるから、カレーが料理かって話だよ。まあね、まあ全然作ってもいいよ。あ、全然違う。あのうどんとかははっきり言って関西には勝てない。全然美味しい、醤油だよ、簡単に言ったら。つゆ、めんつゆの味。しょっぱいんだよ。関西は出汁から効いてるから最後まで飲めるの。体に染み、ポカリ飲んでるみたいな、その疲れた時みたいな。体に優しいんだよ、出汁が効いてて。うまい、うまいよ関西の方が。ちょっと薄味っぽく見えるかもしれないけど、関西の方が実は塩分は高いんだけどね。うん、全然違う。もうそのこっちの人はめんつゆで溶くだけだから、薄めるだけだから。あ、俺ご飯の炊き方、自分で炊くときは鍋で炊くからめちゃめちゃうまいよ。ふわふわのツヤツヤですよ、コシがあって。それでおむすび握るとうまいんだよ。ちゃんと真っ黒っつうか、だからめんつゆだよね。うん、だからそこはまあ文化の違いっつうか、塩辛いっていうの、しょっぱいって言うんだっけ。しょっぱいは言わないのか。関西の人辛い辛いって言うよね。関東のご飯辛いって、いや、味覚がその醤油の味が尖りすぎてるって意味だと思うけど、まずね、俺はね、握るっていう表現をしてくるのが嫌い。結ぶんですよ。おむすびですから。米と米を結ぶのね。握るやつはダメ。米を結ぶと書いて、おむすびだから。そうです。米と米を結ぶんです。あ、違う。味違う。実際、どん兵衛も。あー、ちょっと俺も苦手だった。刺身醤油の甘いのは。確かに。ケンタメンいらっしゃい。おにぎりなんて言ったこと一回もねえよ、俺は。俺はおむすびって言うから。米を握るっていう発想が大嫌いなんだよ、俺は。やめて。こだわりがあるから。その辺の野暮な配信者と一緒にしないで。僕はおむすびって言います。はい。言いません。今後言うこともありません。おむすびです。米と米を結びます。はい。海苔、味に海苔か。うん、おむすびね。俺は焼き海苔だね。焼き海苔の香ばしい感じが好きだね。でも海苔はね、やっぱりね、韓国には勝てねえんだよな。韓国には勝てない。要はね、食べた瞬間に、俺のおむすびっていうのはね、食べたらこうほぐれるの。要はね、普通にこう握っちゃうと詰まっちゃうから、米の味が死ぬんだよ。わかる？でも俺のはほぐれるの。
おっとってこう、わかる？ほぐれないとダメなの。おにぎりはほぐれるほど優しく結ぶんですよ。一番大事なのは相撲取りのちゃんこ鍋。うん、あ、いや、あのね、あとね、あのおにぎりはね、あのわさびに、あの海苔、佃煮の海苔とわさび混ぜるのが好き。結構うまいの、わさび海苔は。結構ありだよ。うん、いやだからね、自分以外が、あ、それでいいと思うよ。人が握ったのが無理なのは、それはね、あの要はね、ダメ。職人、本当の寿司の職人さんがいかに手をやってるかだよ。調理人っていうのはすごく手を大事にしてて、昔の調理人、まあ当たり前だけど、本来はずっと冷やしておくんだよ。水の中で、氷水の中で体温を調整。だから寿司職人の手って冷たいので、手袋を、うん、そこまでする。当たり前じゃん。職人というのは本当はずっとつけっぱなしなんだよ、氷に。うん、接客しながら。それで普通にあの温度をコントロールする。だから体温高い人は職人ダメって言われるんだよ。まず検査で体温触らせて、体温高いから無理だって、向いてねえって、うん、それが本来の寿司でしょ。今まあそこまでやってる店ね、一部の高級店だけだろうけど、いや、あの言ってますあそこでしょ、あのタワーマンションのさ、あの通りの、あの駅から行くと右側にあるところでしょ。あそこ美味しいよね。うん、あそこはもう人いっぱい入ってて、うん、あ、そう、あれこそあれの手で握ってんじゃん。あそこ手で握ってるよ。うん、初見さんいらっしゃい。あ、風船ありがとう。神田で食べた個人店の寿司屋、寿司を口に入れたら口の中にタバコの香りが広がった。すげえ最低な店だな。うん、寿司屋が禁煙なのは理由があるんだよ。もう香りが腐るから、絶対。それはもう最低だね。寿司じゃねえよ。うん、最悪だよね。吸わない人からしたら最も最低な店だね。うん、あ、まあまあ美味しいですよ、大塚は。うん、普通に流行ってるし、1個のおにぎり250円とか300円とかだけど、いやもう二度と行かないってレベルでしょ。俺タバコ吸うけど、さすがにね、寿司屋でタバコはねえわ。うん、あ、すごいね、寿司握、タバコ吸いながら寿司握るんだ。もうアウトローだね。世紀末だよ、世紀末。もうそこまで開き直ってるとかっこいいよね。加えタバコだね、何それっつったよ、ええっつって。かっこいいね。やるんならそこまで尖ってほしいよね。超人気店だったんだ。ぶっ飛んでるよね。もうそれはそれでかっこいいね。開き直ってるわーっつって。リオタさんこんばんは。塩もね、塩加減大事なんだよな。いやでも日本は米がうまいかな、とにかく。ああ、それがね、絶品なのが、北朝鮮の米はすごいうまいらしいよ。あの北朝鮮の料理人、キム・ジョンイルの料理人だった人の動画見たことあるんだけど、北朝鮮の米は勝てないって。特にその素で食べた時の、寿司とかには向かない粘りの強い米なんだけど、うまいらしいよ、北朝鮮の白米は。要はもち米に少し近いっていうか、粘りが強いけど甘みと食感がすごいんだって。白米で食ったらもう勝てないって言ってた。日本の米ももちろんうまいのは知ってるけど、
ああ、いや、今いいですよ。今どうですか？電話します？マッシュさん。はい。いいですよ。電話いつでもかけてきてください。あ、頑張ります。アイテムありがとう。お疲れ様です。匿名さんありがとう。応援してくれる人ぜひね、YouTube、Twitter、ふわっちをフォローしてください。あと、お金に余裕のある人はね、余裕のある人はアイテムください。ありがとうございます。ありがとう。頑張るね、ステゴロ。いや、輸入してるとかじゃないんだって。実は、寒い地域って米豊かだったりするんじゃん。北朝鮮いいらしいよ。相談乗るよ、全然。いつでもいいよ。電話かけてきな。塩といえば、睡眠には塩を飲めって聞きましたが、どう思いますか？よくわかんねえな。塩に関してはね、実は人間って塩分必要ないらしいんだよね。あんまり。なんかその塩分が、あった方がいい派とない方がいい派が分かれてるから、ちょっと俺はその辺については専門外だわ。塩っていうのはね、実はね、その食べ物じゃなくて、あれ石とかに近いんだよね。なんかそのミネラル必須栄養素であるんだけど、取りすぎは良くないらしいよ、やっぱり。で、日本人は特に塩分をその WHO の基準とかだと取りすぎぐらいなんだよ。だからその塩分耐性が強いっていうか、国民としてね、塩分が非常に高い国なの。だからそのね、白人の DNA に合ってるのか、日本人の DNA に合ってるのか分かんねえから、ああいうのはちゃんと勉強しないとなと思ってる。俺はちなみにタバコは体にいい派です。俺はある程度塩分取ってる。その方が調子いい。ただ、ダイエットとかしてる人とか、ボクサーの減量とかやったことある人だったら知ってるけど、塩分って実は水分をめちゃめちゃ含むんですよ。だから塩分取ると体が水ぶくれするのね。要はなんか張ってるようなパンパンのさ、水太りみたいな人っているでしょ。あれっていうのは塩分を取りすぎてて、水をガブガブ飲むから、体がね、水分をパンパンにしてる。俺もそのタイプなんだけど。そうなんだよね。DNA 的に、例えば米の消化率がめちゃめちゃいいんだよ、日本って。日本人の農民ってね、確かね、普通の人の1.8倍ぐらい、その DNA が変わっちゃってて、米のエネルギー転換量が普通の人の1.8倍かな、農民は。だからそういう、なんか、市の工廠とかで、飛脚の、例えばその足の速さとかさ、そういうのが DNA で繋いでたのがね、全部ダメになっちゃったんだよね、混血して。すごいんだよ。だから日本人腸長いっていうのは聞いたことあるでしょ。日本人は腸が長いっていう。そう。あ、でも今、若干ダメになっちゃったのね。混血が進んで。昔の江戸時代とかとんでもなかったらしいよ。だから、あれなんだよね。米5合食ってたりしたんだっけ？確か。とんでもなく米食うんだよね、昔の人は。むしろ米しか食わないみたいな。米に、ちょっとしたおかず？もう漬物みたいなのとか、小皿だよね。すごいよね。あ、あとね、これね、俺、生活保護だったからちょっと話変わるんだけど、お米に味噌ってすっごい美味しいの知ってる？俺ね、もう究極で、リスナーさんに教えてもらって、もう貧乏で米しかないと、あと3日米だけで過ごすってなった時に、ワード、わかった。セブンイレブンで味噌買ってこいと。味噌買えるかと。100円ある。200円あると。買えるよって。セブンイレブンの味噌を買ってこいと。お前はあと3日生き延びることができるって。めちゃめちゃうまいんだよね、味噌と米って。やってみて。ご飯の上に味噌汁の味噌、セブンイレブンの味噌でも何でもいいから、ちょんと乗せて食べてみて。ビビるよ。人生変わるよ。いや、江戸時代の人たちが食べてたやり方だよね、味噌ご飯。歌舞伎？話流れ変わる？いや、全然変えていいよ。いつまでもこんな話してるわけにいかないから。流れを変えていいんだよ。流れ変わったらダメじゃないんだよ。米と味噌はすごいよな。もろみで食ったことはねえな。もろみご飯。スカイプ ID 持っていなくて。あ、スカイプはやってないです、僕。LINE ですね。LINE だけです、僕がやってんのが。不登校の子に担任の先生が、
投稿刺激してきて悪化しちゃいます。OK、わかった。パフェありがとう、魚さん。ありがとう。一番大事なのはマッシュさん。OK、悩んでるの大体わかった。言いたいことも大体わかった。マッシュさんがどうしたいのかと、お子さんがどうしたいのかを教えてください。マッシュさんがどうしたいのかっていう個人的な素直な気持ちと、お子さんはどうしたいのか、教えてください。あのね、問題行動を起こした時っていうのは原因があるんです。子供が問題行動を起こした時。で、その原因っていうのを取り除かない限り無理です。いや、諦めちゃダメよ。不登校でいいんじゃんって、サジ投げたらダメなの。それは人生から逃げることだから。うん、そう。それは、その親として子に愛情がないっていうことを親が認めちゃうことだから、ほったらかすっていうのが一番良くない。自分も登校拒否だったけど、親が行けって言うと心が苦しかったから休ませた方がいい。いや、あのね、それはテクニカルな問題があるの。ずっとね、不登校の問題とか、俺、やってたから、任せて。俺は答え出せるから。だから電話しようっつうの。電話で話さないと伝わらないから。LINE さ、よかったらマッシュさん、別に恥ずかしいとかそういうくだらないこと言ってる場合じゃないから、電話かけてきて。LINE 持ってるでしょ？URL が書いてあるから、プロフィールページにクリックしたら俺の LINE 繋がるから電話かけておいで。うん、本当に子供のため思うんだったらパッパやった方がいいよ。うん、恥ずかしいとか言ってる場合じゃない。白石？わかんない。歌舞伎の白石わかんない。歌舞伎なんか見に行ったこと一回もないわ。コメントでグダグダやり合ってても拉致が上がんないから、そういう凝った問題は。本気で息子さんのこと考えてるのはバッとかけてきな。捕まったやつクーラーボックス知らない。何の話か全然わかんない、うん、いや無理やり行かせようって言ってないから大丈夫よ。コーク、俺のこと信じろよ。なんでうちにメンヘラが多いのかとかわかれよ大丈夫だから。俺はもうその専門的な、もう大丈夫だから。そういう、減らってるやつを、あれすんのは得意だから。信じろ。大丈夫。俺はできる子だから。いいの。後で蓋開けたら分かっから。これテクニカルな、変なね、適当なアドバイスしてもダメなのよ。適当なアドバイスしてもダメなの。行かせたらダメでも、行ってもダメでもないの、それは。任せて、大丈夫だから、ジンギスカン。大丈夫だから。要はね、自分で気づかないといけないの。マッシュさんも、そのお子さんも。なんなら俺、息子と話してやるよ。大丈夫だから。いや、問題行動が起こった時っていうのは、もうその、なんて言うんだろう。大体把握ができてないのよ。大体把握ができてないの。いや、俺なんだったら息子さんと話してやるよ、今。俺は敵じゃないから。うん。うん。大丈夫、俺は敵じゃないから。ああ、すごいね。いい大学出て就職できてんだ。すげえじゃん。かっけえよ。うん、大丈夫よ。投稿拒否率高えな、うちのリスナー。心配ない。そういうこと。要はね、周りのアドバイス鵜呑みにしてもダメなの。自分で気づいて自分から行動できるっていう力を身につけることが一番大事なの。そう。それを手に入れるにはコツがいるんだよ。いや、かっこいいよ、かっこいいよ。うん。そう。自分から能動的にね、変えるっていうことと、状況によるよな。いろんなことがあるんだよ。実はね、お母さんが気づいてないこともあったりするんだよ。だから、息子さんと話したいね、直接。うん。行きたくねえんだったら行かなくていいと思ってる。だけど、状況がわからないのに適当なアドバイスは俺はしないよ。うん。そう。人によるんだよ。
人による。電話かかってこないね。電話かかってこねえな。子供はいじめられてんの隠すよな。お母さん好きだから、家族心配させたくないから。でも登校拒否になるってことはもうよっぽどだかんね。経験してるやつだったらわかるけど、本人のパンもうキャパシティオーバーだよ。どうしたらいいかわかんないんだもん。いや、いじめだけじゃないケースもいっぱいあるの。だからちゃんと聞かないといけないの。実はいじめだろうと思ってて、お母さんの相談を受けて息子さんに代わってくれっつって話を受けたら、実は離婚が原因だったとかいっぱいあんのよ。そう、お母さんからはいじめに遭ってる、いじめに遭ってるって言ってて、全然話ね違うなと思って息子さんに代わってくれっつって本音聞かせてって言ったら、実はお父さんとお母さんが原因離婚してって、お母さんが男を家に連れ込んでるとかもあるの。だから一概に言えないの。どっちが悪いとかそういうことを詰めたりはしないけど、その良くなる方にアドバイスしないといけないのよ。だからまずは状況把握だよ。状況把握。うん。いろいろあるの。だから子供ってデリケートだから、素直だから。ねえ、その子の一生ダメになっちゃったりしたら嫌じゃん、親も。いろんなパターンがあるから。学校行かなくてうまくいくパターンもあるだろうけど、学校行かなくてうまくいかなかった時に責任取れないじゃん。じゃあみんながみんな学校行かなくてうまくいくとは俺は思ってないよ。まあいいや、別の話しようぜ。電話来ないね、うん、来ないね、うん、どうでもいい話しようぜ。どうでもいい話しようぜ。カモン、うん、どうでもいい話が大好物だよ俺。そっちの方が話したいね。来い来い。逃げとかじゃないんだ。やっぱリスナーさんよく言うから、俺は気持ちよくわかんないんだけど、やっぱトツかけるのって勇気いるらしいよ。なんだかよくわかんないけど、なんか緊張するんだって俺喋るの。昨日夕方王将で持ち帰った豚肉の味噌炒めがあるんだけど、明日食えるかな。食える余裕。冷蔵庫に入れとけや余裕。ベッチーさんいらっしゃい。冷蔵庫に入れておけばね、冬場だから大丈夫でしょ。まあ早く食った方がいいよ。明日で全然いけるっしょ、うん、全然余裕でしょ。そんなんで腹壊すことないでしょ。ほんとしょうもなかったけど、俺はそういうの好きだよ。しょうもない話大好きだよ、うん、ほな俺3日ぐらい多少腐ってる方が俺胃腸強えかんな。腐ってても全然いっちゃうかんな、うん、冬だから大丈夫だよ。そんな、明後日でも大丈夫だろう。わかんねえけど。だって今日の夕方でしょ？明日の朝飯にすんだろう。大丈夫だろう。冷蔵庫入れといたら。なんならレンジでチンするんでしょ？火通すんでしょ？うん。悩み解決能力は、俺は適当なアドバイスする悩み解決者とかいるんだけど、俺嫌いなの。その人がどういう人かで、その人がどうしたいのかを聞いていく。傾聴と承認って言うんだけど、実はテクニカルな技法を使ってんの。悩み解決は傾聴と承認なのね。耳を傾けて聞くとか言って、傾聴。で、承認。で、そっから始まるの。うん。だからテクニック、その、カウンセラーからね、カウンセリングの技術を教わってんだよ、ちゃんと。悩みの根本の解決の仕方。
でもね、悩み解決は簡単。本人が行動するしかない。聞いてもらって、ああ、スッキリしたら何にも変わらないの。よくあるでしょ。話だけ聞いてもらって、ああ、スッキリしたって解決したような気分になる。何も変わらない。法律詳しくない。全然。そういうのは専門家に聞いてください。もっとドロドロした、ドロドロとした悩み相談がいい。ドロドロとした。恋愛相談とかも得意だよ。恋愛相談すごい得意。いや、ドロドロしてる方がいいんだよ、悩みは。悩み抜いてほしいよね。あと、ちなみになんだけど、配信外で悩み相談一切受け付けてないんで、よろしくです。悩み相談枠を見て、和道さん悩みがあるんですって言って、配信外でかけてくる人がいるんだけど、プライベートな時間すごく大事にしてるんで、それはごめんなさい、申し訳ないです。配信内の LINE とか一切返さないです、僕基本的には。それは先に言っておきます。配信で出会った中でプライベートにあんまり持ち込みたくないんで。配信のことは配信で解決します。それはもうスタイルなんで、ご了承ください。なんでかっていうと、悩み持ってる人の電話がひっきりなしにかかってきたことがあって、一回もう配信できないぐらいになっちゃって、だいたい一人と話すの2時間ぐらいかかるんだよ、本当に悩み解決しようと思ったら。その2時間でさ、もう食うか食わないかのさ、ギリギリでやってるわけだから。そう、配信仕事でやってるから、非常識じゃないんだよ。困ってるから助けてっていう。でもその、俺は仕事でボランティアでやることになっちゃうから、どうしても食えるわけに食えないじゃん。だから、そのプライバシーとかさらすつもりもないし、特定の名前とか出さなくていいよって。だけど、その配信で悩み相談をしてきてプライベートに持ち込まれるときつい。俺にも飯食う時間、寝る時間とかあるから、彼女と過ごす時間っていう。プライベートは極力もう携帯オフってますね。お金は取らないね。お金は取らない。最近暇な時間があるので調べたのですが、和道さんは目頭の位置を離す、手術は高須リンク25万。なんで調べてんだよ。なんで俺の寄り面のこと気にしてんだよ。俺ですら検索してねえのに、なんでリスナーが俺の寄り面を心配してんだよ。どういうこと。目頭を離すってどういうこと。だってさ、目を離すってどうやってやんの。ここに何か入れんの？こう半分に切って。どういうこと？何をして目頭を離すの？高須クリニックすげえな。そんなこともできるのか。余計なお世話だよな、本当に。何勝手に俺の悩みを解決しようとしてんだよ。悩んでねえわ、別に。ちょっと気になっとる。引っ張るのかな？目頭を内側からつまんで縫う。はぁ？何それ。あ、そう。いや、いろんなコンプレックスがあるんだろう。俺は整形はあんまり興味ないかな。自分の顔結構気に入ってるから、アホっぽくていいでしょ。アホっぽくて痛いだろうね。
なんか手術で顔を治すっていうのがちょっと怖い、俺は。拷問だよね すげえな。まあ、テリー伊藤も治ったかんね。外写真。学生運動やってた頃、石を投げられて目がずれちゃったんだよね。テリー伊藤って。歌舞伎町のホストイケメン多いって、まあイケメンが仕事だからな。だって酒飲むんだったらいい男と飲みたいだろう。高い金出すんだから。それは普通だろう。顔が売りなんだから、あいつら。それはいい男でしょ。なんかでも最近のホストってなんか女の子みたいな顔整った、中性的なイケメンが増えたよね。なんかビジュアル系というか。そんな感じに見えるね、最近は。え、何？左右対称にした顔って何？見積もり出したってこと？何？俺の顔を勝手に見積もり出したの？ この人、私、この顔なんですけど、いくらでできますか？っつって。何やってんの、マチルナ。その画像ちょうだい。俺、ホステやってたことあるよ。ホステやってたことあるよ。やってました、昔。話したことなかったっけ？ホストだったよ。ナンバーワンじゃないね。なんか知んないけど、ホストの友達がいっぱいできて、なんか上のオーナーに認められて支配人やってたね。売り上げがあるタイプじゃないっつって、お前管理職向きだわっつって。で、なんか支配人に急に3ヶ月後ぐらいになってた。だからパーが変わるの。プレイヤーとしての売り上げよりもね、ヘルプとかについてね、パーが高くなるから、そっち側でヘルプばっかりやってたよ。内勤、だから内勤にならないかって最初言われたんだけど、いや、俺、プレイヤーやりたくてホストやってんだけど、つったら、お前でも管理向きだよって言われて、プレイヤーもやってたよ。そう。そういうタイプなんだよ。いや、女から好かれるんじゃなくて、おっさんとかから好かれるから。お前、ちょっと店回せや、つって。その時の髪型？どんな髪の、いや、覚えてないな。普通じゃん。ただスーツ着てただけで。あんまり覚えてないね。なんか、ファイナルファンタジーみたいな髪型にはしてなかったよ。普通の髪型で。ホスト時代の画像はないな。ないね。写真はない。なんかね、中学生の頃の写真とか出てきたらね、晒したいんだけどね。なんかお風呂上がりとかさ、こうお風呂上がるじゃん。そうするとのんちゃんがじーっと見つめるのよ、俺のこと。こうドライヤーとかかけてる時とか、こうタオルでこうやってやってる時。で、どうしたの、のんちゃんって。なんで見てるのって言ったら、かっこいいって言うの。コントでしょ。毎日だよ。のんちゃんどうしたの、なんで見てるのって。かっこいいのんちゃんは本当に俺のこと世界で一番かっこいいと思ってるからね。LINE かける勇気が出ません。話題を出したのにごめんなさい。また次回タイミングで会うときに、配信してるときに。了解です。LINE に勇気なんかいらないよ。なんなら俺がかけてあげようか。勇気なんかいらないから。勇気出ないんなら俺からかけてあげようか。俺からかけたらいいでしょ。俺からかけようか。ただ出ればいいから。そう、もったいないよ。今抱えてる問題、今解決しないと。明日ってやってたら、時間があるんだったら今やるべきだよ。だって、マッシュさんは何でか分かんないけど、俺に相談したいって、相談凸とか見てたんでしょ？この人に相談したいと思ったんでしょ？
問題の先送りはダメよ。俺かけてあげようか。どうマッシュさん。うん、いや本当に時間があるんだったら今かけた方がいいよ、うん、今から逃げてたらダメよ。うん、俺かけてあげようか。別に声が乗っかって恥ずかしいとかねえから、うん、勇気なんか出しちゃダメよ。勇気出すとかそういう次元の話じゃなくて、お子さんのために考えないと、自分を捨てないと、自分のその声が乗るのが恥ずかしいとかねえそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。そう、緊張なんか一瞬だから、5秒で終わるよそんなの。そう、子供のため。死にや死ねんだから、そういうこと、そういうこと。なんでその公開でやらせてくれって言ってんのかっていうと、その同じ悩みを持ってる人に伝わるから、うん、同じ悩みを持ってる人に伝わる。そう、まあまあまあいいじゃん、話変えよう、うん、ウォーターポットね、これね、でもね星5だったんだけど、ちょっと星5はデザインいいでしょ。冷蔵庫に入るし、うん、1.5 リッターかな。うーんとね、ここがちょっとこの部分がちょっと回転がしないから、なんかうーん、まあまあまあ2000円だったから、まあまあまあ、本当はさ、松屋とか吉野家にあるピッチャーあるじゃん、プラスチックの。あれにしようと思ったんだけど、これね、でもね、このままお湯、耐熱ガラスだから、このままお湯沸かしたりできるらしいよ。シンプルだよね。センスですよ、ここは。いまいちではないけど、ちょっとレビュー欄盛りすぎじゃないみたいな。なんか業者の匂いがしたね。悪くはないけど、2000円で、まあ値段相応というかいいものだったけど、ちょっと盛りすぎっていうか、待ってちょっと何しとる。あ、でもか、俺話した方が好きだけどな。うーん、なるほど、こうなるんだ。レビュー読むの面白いよね。うん、オッケー。
皆さん行きますよ。皆さん行きますよ。まずですね、僕の放送画面で、ね、ちょっと待ってね。皆さん行きますよ。衝撃的な画像が来るからね。一応許可いただいたんで。ちょっと待ってね。すごいなぁ。すごいなぁ、なんか。ちょっと面白いな、これ。俺でも別に嫌いじゃないけどな。っていうか、いじった方がいいと思ったけどな。ざわざわするね。まず元の画像がこれなんだって。この人の顔整形したらどうなるって言った元の画像がこれね。ちょっと待ってね。元画像からいきます。いくよ。元画像がこれだって。まあ普通の俺じゃん。 まあ顔が歪んでいて、鼻が歪んでいて、寄り目になってると。ちょっとね、右のほっぺた。今画面で見て左側のほっぺたが歪んでるでしょ。これ頭蓋骨歪んじゃってるのよ。殴られて。鼻と。で、まあ目が寄ってると。で、これを整形すると、なんだっけ？高須クリニックだっけ？整形すると、こうなるんだって。これさ、高須クリニックに行っていい？お前、ドクロのやつが左右反転になってるから、歪んでない方の顔を反転させただけじゃねえかって。これさ、整形したらこうなりますよっていう画像じゃなくて、お前、たださ、その真ん中で区切ってさ、写真を反転させてるだけじゃねえかよっていう。でしょ？だってドクロが2つあるんだもん。そんな雑な見積もりあるかよ。そんな雑な見積もりでさ、画像半分に切って左右反転させたのくっつけてさ、ギターが2つあるしさ、これでお前25万ってお前信用できるかよ、そんなの。めちゃくちゃだな、おい。きしょいじゃないよ。雑コラじゃん、雑コラ。雑コラでしょ。それが面白いよね。いや、笑ったわ、本当に。夢に出てくる。でも、なんか、左右整った顔。目の色茶色いな、本当に。高須超うまいんだ。おー。みんなは、こっち嫌だ？俺別にこっち違和感ないけどな。これはこれでいいんじゃないの？これダメ？怖い？目が俺、寄ってない。鼻の下長いね、俺ね。鼻の下長い。このままでいい？じゃあ整形しないでおこう。整形しないでおくよ。あ、キリッとしてない。でもなんか左右対称の顔って怖いらしいよね、実際。やっぱり多少歪んでるらしいよ、普通の人は。気になるのは本人だけらしいよね。で、32年生きてたら顔も歪むわな。あ、ちょっと面白かったな。まあでも25万で変えられるっていうのは結構すごいな。俺がね、本気でやりたいのは歯だよ、歯。歯を直したい。ぐっちゃぐちゃだから。どんどんひどくなってくんだよね、歯。チャーミングさがない。でも別に男はね、そんなに顔いじる必要ないと思うけどな。女の子はね、ちょっと直して人生変わることがいっぱいいるだろうけど。歯並び悪い、なんでだろう。よく噛まなかったからとか、そんなんじゃん。歯は育ちっていうか、歯を治すかどうかだよね。育ちっていうか、金かける家だったかどうかはわかるよね。つまんで縫って25万。男はまあ体とかでね、補えるからね、筋トレとかで。確かに確かに。
補えるのはでかいよな。まあでも女の子のその顔で得するレベルと男で顔で得するレベル全然違うからな。ドレさん歯ホワイトニングとかしてるからね、自分でね。ドレさん歯直してるでしょ絶対。見たらわかるよね。すごい美容に気を使ってるよね。あの人は一体何になりたいんだろうね。一体どこを目指してるんだろうね、普段。そう、配信者でさ、その、歯を白くしたりさ、ホワイトニングしたり、筋肉を異常に鍛えたりさ、一体どこに向かって歩いてんだろう。テープで止めてみる？やってみる？やりますか。テープでやるか。よいしょ。ちょっと待って。今から整形します。よいしょ。え、どうするっつったっけ？何をどうするっつってた？目を離す？ちょっと待って。どうすればいいの？こうすればいいの？こういうこと？こういうこと？え、どうやってやるんだろう？え、どういうこと？内側を縫う。内側をどう縫うんだ。痛い痛い、あ、痛い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 、マジで痛い、マジで痛い、やばいやばい、痛って、セロテープの端っこが目に刺さった、痛って、マジで痛って、これ危ねえな、セロテープ。内側を縫う、違うでしょ、目を離すんだから外に引っ張るんでしょ多分。これをこうするんじゃないの。整形向いてない。あ、俺でも二重にできるよ自分で。やってみる。二重見たい？二重にしようか。テープの先を鼻先に、おでこに。すごいベタなやつじゃんこれ。俺鼻高いから。届かないんだよな。ちょっと待って。イケメンじゃん。あんまり変わんないね。あんまり変わんないね、うん、じゃあ二重の俺見て。二重の俺いくよ。超可愛くなるから。小学生の時編み出したんだけど、すごいウケるから。これ清水明っぽくないね。いくよ。ほらイケメン化するでしょ。すぐもう目が乾燥してすぐダメになるんだけど、こうやってやるとね、二重になるの。なんか整形した韓国人みたいになるぞ。おおん。そう、本当に切れ長の普通の一重だからな。あとね、まつげが俺異常に長いのよ。で、下に向くから、それでね、目が小さく見えるんだよね。より目も緩和された。肌綺麗。のんきちさん、お疲れ様です。のんきちさんいらっしゃい。
よいしょ。王将とビール食っちゃった。よかったじゃん。ねえ、今日中に食べたら大丈夫だったよ。ビール飲んだ。俺、野道じゃなくて和道だけどね。あと、俺、野道じゃないわ。ならないでしょ。 っていうか、ステゴロは今後どうなってくんだろうな。どうする？アベマ TV 公式番組とかになったら笑わない？ アベマ TV とかで、ね、賞金がばっかり出てさ、看板番組になったら面白いよね。アベマ金持ってるからね。テレ朝がバックにいるから。だって、カイジの新しいやつ、賞金1億円だったよ。すごいよね。ふわっちのポイントってどうやって課金するのか、俺に聞くべきじゃなくて、運営さんに聞くべきだよ。ポイント交換するっていうページあるでしょ。そのスマホでやってるのか、アンドロイドでやってるのか、パソコンでやってるのかによっても違うし。運営さんに聞くべきだよ、それは。教えてくれるよ、運営さんに聞いたら。年1回やるんだ。まあ、俺今回最後だからね。もう出ないよ。もしもし、のんちゃん。もしもし。もしもし。もしもし、のんちゃん。今日は家で寝るの？もしもし。もしもし。あ、もしもし。声が聞こえない。それはね、のんちゃんがパソコンで LINE 出たからでしょ？もしもし。のんちゃん、あ、あ、そっちの設定だよ。聞こえないよ。聞こえないのはそっちの設定だよ。のんちゃんが今放送画面の音切ったのが、間あ、違えた。聞こえた。聞こえた？のんちゃん。うん、聞こえた。聞こえた？のんちゃん。こんばんは。何？もう寝るの？寝るの？今日は一人で寝るの？何、寂しいって来たから最後に電話しようと思って。のんちゃん、今日いい子だった？いい子だった。どういい子だったのか、じゃあ教えて。今日どんないい子、いい子でいたギャオで、の？
ドラマ見てた。何のドラマ見てた？ん？遺産。遺産？何それ、遺産って。ん？っていうね、韓国ドラマ。どんなドラマなの、遺産は。お父さんがね、米びつにね、閉じ込められちゃってね。でね、死んじゃうの。お父さんが何、米びつに閉じ込められて死ぬドラマ？イさんって、王様がいるんだけど、その王様の息子が、陰謀の疑いをかけられて、で、ちょっと待って。米びつに、え？ これ何？お父さんが米びつに入れられて殺されるの？米びつ？ 米びつ？米びつ。米入れる箱。米入れる箱にお父さん入れられちゃうの？そう。めちゃめちゃ面白いコメディーだね。米びコつ。メディじゃないよ。コメ時ディーで、代劇。米びつにだって入れられて暗殺されるんでしょ？違う。王様が、だから自分が、自分に、だから、自分が殺されるんじゃないかと思って、息子を米びつに入れて、お米のそ中に閉じ込めるってことでしょ、要は。う。そう、米びつの中に閉じ込めて、で、お父さんが死んじゃうの。何、お米の中、ね、お米食べようと思ってお米をこうやってすくったら息子が出てくるってこと？お父さんが出てくるってこと？いや、違う。え、何？違うってどういうこと？え、ねえ、ね、米飲ん、は入ってないの。米は米入っ、は入ってなあ、い、米びつ。なんで米びつに入れられたの？だから、その王様が、王様。自分が、そう、王様の座を奪われるんじゃないかと思って、息子を米びつに閉じ込めちゃへえ。あ、ライラだ。う。ライラ元気？元気。のんちゃん来てるから喜んでるでしょ。そっかそっか。で、ドラマ見て何やったの？ドラマ見てただけ。悪い子じゃん。ねえ、いい子じゃん。家の中で風呂も入らないでドラマ見て今から寝るんでしょ？そうだよ。もうこの通生常営業だよ。この生活何年目なの？そのそれ。トータル何年目なの？その韓国ドラマ見て家でゴロゴロして過ごす生活。10年ぐらい。あ、37歳ぐらいから始めたんだ。そ 面白いね、のんちゃんね。明日来んの？来る？じゃあ待ってるよ。おやすみ。おやすみなさい。はーい、ゆっくり休んでね。はーい。はーい。面白いでしょ。 うちののりこ面白いでしょ。10年間この生活してるからね。かたくなに働かないから。じゃあもうね、働く、本人は働く意思があるんだけど、家族がね、こいつは世間に出したらダメだっていうね。 そう、もう閉じ込めようっつって。そう、米びつならぬね、家の中に閉じ込めてる。封印してる。社会に出すのろくでもないっていう。最強のポケモンだからね。かわいい人。かわいい47歳でしょ。時間が止まってるから。のりこは。米びつに入れるってすごいな、なんか。米びつって久々に聞いたもんな。米びつ。
いやね、ほんとね、できることならね、のんちゃんの裸をみんなに見せたいよ、俺は。俺はね、のんちゃんの裸がね、47歳っておっぱい垂れてたりとか、そういうイメージでしょ。のりこはね、ほんとにね、20代後半から30代前半のボディを持ってるから。イさんは朝ドラでやってたんだ。のんちゃんはなんかね、本人が気づいてないからね。もったいないよね、なんかね。そう、同じ気持ちがあるよ、俺もやっぱり。俺は彼女の才能を信じてるから。なんかもったいねえんだよな。なんかもったいない人っているよね。なんかね、いいことないかね。なんかいい展開があるといいんだけど、のんちゃんに。って言うからね。のんちゃんの返事、だからね。小学生かよっていう。元気いっぱいの小学生か、お前は。のんちゃんってご飯食べる、まあ、不思議だよな。アホアホマンだ 誰？お前人の彼女アホアホマンって言うな。アホアホマンじゃないわ。米びつで画像検索したら遺産が出てきた。すごいな。米びつで画像検索したら遺産が出てきたんだけど、ちょっと面白いなこれ。遺産結構出てくるわ、下の方に。のんちゃん韓流ドラマばっかり見てっかんな。韓流ドラマってそんなに面白いのかね。なんでババアの心を掴んでやまないんだろう。やっぱ韓流スターがかっこいいのかな。これはよくわかんないな、韓流ブームは。ああ、泣けるんだ。だ、俺、ほら、それの全ての始まりは冬のソナタから始まってるわけじゃん。だから昔の日本のトレンディードラマみたいな作りらしいよね。なんか。古き良き日本のドラマを踏襲したような作りになってて、すごくいいって聞いた。まあ、何でも韓国の方が今いいかな。すごいよね。だって韓国って日本の人口の5分の1ぐらいしかいないんじゃないの？ 2000 万人ぐらいでしょ？ヨン様、ワド様。日本のドラマより分かりやすいんだ。なんか韓国の勢いにどんどん日本が負けてるよな。なんか寂しいよな。日本ってどうやったら良くなるんだろうね。なんか想像していない時代が来たよね。パチンコから知ってハマったんだ。あ、冬のソナタか。実際なん、おお、いらっしゃい、リカちゃん。ペコ、ようやく羽生え変わって大人になったよ。綺麗なシナモン文鳥になった。だからシナモン育てるの初めてだからね、あれなんだけど。綺麗な色だよ、ペコは。相変わらずの暴れん坊だけどね。そうそう、のんちゃんの裸はね、すごいんだよ。のんちゃんのエロエロボディをね、ちょっとみんなに見せてあげたいぐらいだよ、本当に。
のんちゃんああ見えて巨乳だからね。いやーそれはガチで付き合ってた もうご想像にお任せしますよ。おニコ生の住民さんいらっしゃい。そうだね、まったりやってるね、こっちに来たからは。ひっそりとした放送かどうかわかんないけど、別にひっそりとさせようとしてるわけじゃないから、たまたまそうなってしまってるだけで、まあ話題に上がらなくなっただけでしょ。別にニコ生でいる時もそんなになんかガチャガチャやってた印象ないけどな、自分では。覚えているのか私を。あのニコ生の住民さんはニコ生以来みたいなコメント書いてるけど、たまにコメント打ってるから今日3回目ぐらいだよちなみに言うけど、なんかまあ頑張れよみたいな感じですぐ帰っちゃう人だよあなたは。あの頃はお前頑張ってたのにな、変わっちまったな、じゃあなみたいなこと言って帰ってくんだよ3回目ぐらいでここに来るの覚えているよ、俺記憶力だけはいい方だから。そうだ、すぐに落ちる人だでしょ、だいたいさパッと見てパッと帰ってさ、そのか昔は良かったっつって解雇中だよ解雇中。あークルーズ映画評論やってるので初めて知った。じゃあだいぶ昔から見てるじゃん、ニコ生勢なんだコークさんは。映画は面白いよね。なんかでも本当に脚本っていうか映画監督やりたいよな、役者もやってみたい。あのそれとは別に監督が誰とかじゃなくて役者も一回やってみたいの。なんかいろいろ経験したいことがあるんだよな、でもね映像に関しては俺自信あるんだよね、こう作っていく。ていうか今日のんちゃんいないのか寂しいな、ガスも止まってるしよ家のガス止まってるし、なんか寂しいな。このあとお風呂入れないんだよな、どうしよう、何しようかな。トム・ソーヤ池上さんにお風呂借りに行こうかな俺風呂入らないで嫌な人だから、トム・ソーヤ池上さんの家に行ってお風呂貸してくださいってやる。シニアタレントが不足してる。あー45歳以上か、俺は32だからまだ無理か。あシニアタレント不足してそうだよね、確かに分かるかもしんない。ドレさんとかそういうのやればいいのに。え池上さんの家ってお風呂ないの。えこの家の近所に住んでてお風呂持ってる人誰かいるかな、誰かいる？配信者でこの辺に住んでてお風呂持ってるの。じゃあ荒野って家公開してんの？荒野ってなんか家移さないよね、かたくなに。家借りたんでしょ？新宿に。なんであいつ移さないんだろう。荒野の家のお風呂入りに行こうかな。荒野お風呂貸してっつって。ラブホ高いんだよ、びっくりするよ。新宿のラブホ平日で1万6000円とか1万8000円ザラだかんね。高いところ2万4000円とかさ。俺成田なんかさ、ラブホなんかさ6000円から8000円ぐらいの幅なのよ。
なんで3倍もすんのと思ってびっくりするもん。銭湯もう閉まっちゃったしな。お風呂入れないのか、今日。満喫行けばシャワーっていうか湯船に使いたいん。新大久保安いだろう。新大久保安い。ああ、いや、新大久保はもうなんか、安いけど、なんか狭くて、なんかへこむ 新大久保のラブホ、確かに安いかもしんないけど、なんだろう。なんか小屋の中でセックスするためのなんか、やっぱ土地が狭いんですよ、部屋が。なんか成田とか安くて、その広いから、なんかへこむんだよな、なんか。テルマー湯行く？九段下に友人がいるんだ。新大久保はこの時間でも休憩で入れるぜ。一人でラブホ入って、お風呂入って帰るってすげえ寂しいよな。俺だけど、成田にいる頃は、その昼間、その、ガラガラだから、その、仕事とか、ほら、権利書とか持ってたから、ネットワークビジネスの、暇なのよ。昼間、その、露天風呂があるラブホに行って、露天風呂に入って、そのテレビ見てるとか、そういうなんか、田舎ならではのなんかで、変な遊び方してたね。同級生とかみんな働いてるし、昼間ラブホに一人で入んの。で、露天風呂に浸かって、一人で酒飲むっていう よくわからないことやってたね。都内のラブホありえないね、ちょっとね。ああ、ライラね。ていうか、ライラは、あの子は、ね、あの子はちょっと痛い子だからな。頭が良くて病気だからな、あれ完全に。ちょっとコスパ悪いよな。ねえ、一人で遊ばないといけないんだ。なんかねえかな。モナコっていう浴槽汚かった。いや、浴槽はね、ラブホはね、気をつけない。性病うつるよ。浴槽絶対ちゃんと洗ってないから。だから、俺はし、あの、お風呂マジックリンとスポンジ持っていきたいぐらいだもん。お風呂洗いたいの。やったら洗う。いや、そらそうでしょ。浴槽が一番掃除に時間かかるから、あれ簡単に言うと、使い終わったバスタオルで拭いてるだけだよ、浴槽。もうだって回転率が勝負だから。まあ、ちゃんとやってるところはちゃんとやってるだろうけど。いや、想像したらわかるでしょ。その、お客さんが使い終わったタオルでバーって拭くんだよ。じゃないと回転率上げらんないから。清掃員ってアルバイトだよ。ちゃんとやるわけないじゃん。な、俺はゴシゴシ洗いたいね。西池袋とか渋いね、今ね。渋いところにいるね。ていうか、さっきのさ、ワンワンの発言、なんだったんだろうね。ワンワン1年ぶりぐらいになんか来て 昨日、和道と付き合ってる夢を見たっつって去っていったかんね。なんだったんだろう、あれ。俺もバイトしてたけど、使用済みタオルで拭いてたぜ。あ、やっぱりそうでしょ。やっぱそうだよね。俺のこの想像力、素晴らしいでしょ。未来を読み解く力。お風呂入りてえな。ガスが止まってるかんな。ガス止まり男ってやめてください。ガス止まり男だけど。じゃあね。なんか写真だけでもいいからさ、のんちゃんにウェディングドレス着せた、結婚式の写真のサービスあるじゃん。あれ、ちょっとやってあげたいな。
いくらぐらいできるんだろう。のんちゃんにウェディングドレス着させてあげたい。ちゃんとメイクして。いくらぐらいできるんだろう。1万5000円とかでできるんだ。30万ぐらい。写真だけのやつだよ。そんなすんのか。いや、なんか写真だけでもさ、ちょっとね、綺麗なうちに、ヨボヨボのおばあちゃんになってウェディングドレス。もうさすがにあれだからね、50歳突入するからね、のんちゃんね。もう今しかないでしょ。ドレスによって値段が違うんだ。まあそういうもんだよな。まあ高いよね。パトラッシュさんと付き合いはないかな。うん、お互いその認識をし合ってるぐらいで、この前ちょっと枠見て面白いなと思ったけど、あの人さ、コメビュがうるさいじゃん。コメビュの音俺大嫌いなの。だからパトラッシュさん自体はすげえ面白いトークするのに、コメビュの音がうるさくて聞けねえやと思って、もったいねえこの人と思って。パトラッシュはめちゃめちゃ伸びると思うよ。ちゃんと機材とか、その配信のリスナーが嫌がることをやめたら、そのまだ分かってないだけで、ドレさんは伸びないって言ってたけど、あの人伸びるよ、パトラッシュは。もったいない。あれはね、リスナーが教えないといけないんだけど、ふわっちのリスナーってその優しいから配信者に口出さないのよ。あれ教えた方がいいよ、パトラッシュさんに。コメビュの音は切ってくださいって。コメント数とね、なんつうの、バランスが取れてない。あれ、コメビュ切るだけで多分閲覧200いく。トークめちゃめちゃできる人。っていうかね、ドレさん脅かす存在になるよ、ポジション的に。ドレポジションなんだよ、あれ。だからドレさんはね、多分かたくなに認めないと思うけど、パトラッシュさんのこと。教えてあげればよかったのに、俺そんなんでやっかまれたくないもん。俺からしたらライバルだからさ、閲覧持ってかれるわけだから、敵に塩を送んねえよ。そう、商売敵に絶対なる。だから俺ドルさんに言ったの、パトラッシュ伸びるよっつったけど、認めなかったね。伸びねえよっつって、関係ねえよ俺にはっつってブチ切れてたもん。分かってんだよ、ポジション取られんの。ドルさん頭いいから。粉茶ね、何の話してんの、マチルダ。なんて読むのこれ、何くなるって読むの。米打ちませんが粉茶買いました。何の話してんの。どうした、酒でも飲んでんのか、よれてんのか。あのね、違うんだよ、ドレさん本人気づいてないけど、パトラッシュさんとね、ドレさんってね、世代的にも似てるし、なんだ、キャラも被ってるんだよ。
で、パトラッシュさん今囲い放送になってるけど、あれアンチが湧いてきた時に絶対力発揮するタイプだし、コラボ放送をなくして閲覧100、3桁集めてる人だから伸びるんだよ。おい、テミー、こんばんは。いらっしゃい。あ、健康論なんだ。こなちゃ。あれは女性層掴んでるからね。おばさん層掴んでるから強いよ。しかもね、パトさんの一番いいところは金持ちだからアイテム気にしなくて見れるっていうのがね、何よりも見やすいんだよ。俺ら金金金金うるせえだろ。もう小一時間経つとアイテムくれアイテムくれって言うから、多分リスナーからするとストレス溜まんだよ。またその話かよみたいな。もうアイテムいいだろみたいな。俺も気をつけてるんだけど、そこは。でもね、パトさんのところはね、金持ちだからアイテムやらなくて済むわっつってね、言いやすいんだよ多分。ああ、ドルさんの婦人部持ってったのか。ああ、納得するわ。納得納得。なるほどね。ドレさんはね、方向転換したからもう無理よ。要は大手スタイルに切り替わったから。お、パフェありがとう。そう、大手にもうなったから、あれはしょうがないよ。もうドレさんはそのもうアンチと付き合ってくっていうふうに腹くくったから、もう遠い存在だよ。大手の方に移行したんだよ。それで合ってると思うよ。そう、もうドレさん、俺はもうドレさん、今まではそのドレさん下に見てたけど、もう超えた。もう俺の知らない世界にいる。あの人は別。俺がね、あ、これ落ちるなっていうタイミング全部切り抜けていった。もう安泰だよ、あの人は。落ちることない。ちょっと灰皿きれいにしてくる。ドルさんのね、最大の敵はね、年齢だから。もうドルさんの最大の敵は寿命ですよ、寿命。そうだね、あのグゼリーもだいぶ上手くなってきてね、なんかね、インベーダーゲームみたいな鳴き声するんだよね。インベーダーゲームがさ、ビーム出す時プチュンプチュンって言うでしょ。プチュンプチュンみたいな音するんじゃん。ああいう声して可愛いんだよね。年とか気にしなきゃいいのにまだまだいける。ほら、ピヨンピヨンって言ってるでしょ。まだね、あの噛みつき癖が治ってなくて、若い時噛むじゃん、リーカちゃん。釈迦がね、ペコのこと大っ嫌いで大変なんだよ。殺し合いだからね、本当に。喧
喧嘩とかいうレベルじゃないよ。もう、つつき合い、殺し合いだから。無理かもしんない。パートナーにはならないかもしんない。もう諦めた。釈迦のお婿さんだと思ってきたのに、釈迦が大嫌いなんだよね。ナユタはね、釈迦可愛がってたっていうか、ナユタは好きだったんだけどね、ペコは合わないみたいだね。パワー系だからな。パワー系イケメンドキュンだから。やっと自分の名前分かり始めたぐらいだからな。ペコの名前よくと、釈迦が返事するぐらいだからね。諦めよう。うん。オスの文章が我が家に来ただけだったっていうか。もう、釈迦は独身です。生涯俺の恋人でいいや。いろいろ考えたんだよね。釈迦にちょっと突っぱねて、ペコと仲良くするように、ちょっとしようかなとか。いろいろ考えるけどね。もう釈迦は俺大好きだから、もう俺のこと恋人だと思ってるからさ。複雑だよ、飼い主としては。子供産ませてあげたかったけどね。ナユタ、ナユタ、じゃあ、踏んづけて殺しちゃったんだよ、俺。もう最悪だよ、本当に。ナユタは今も、神田川のほとりで眠っているよ。寝返り打って死んじゃったんだよ、ナユタ。いやーもう、ナユタ殺しちゃったのもそうだけど、あの時ののんちゃんはもう、見るに耐えなかったよ。ほんと辛かったよ。だから全然いいのよ。俺が悪いことだから。いやもう一回焦ったのがさ、ナユタで懲りてるはずなのにさ、俺がさ、ジムから帰ってきたのんちゃん寝てて、ね、ただいまーって言ったらね、のんちゃんが、釈迦釈迦釈迦って言って、ナユタの時みたいな顔してるの。釈迦釈迦って言って、のんちゃん外に出しっぱい寝たのって言って、もう答えないの。釈迦釈迦つって泣きそうなの。そしたら、このモニターの上に釈迦がいて、ピッつって。ダメだよつって。そう、のんちゃん可愛いからさ、一人の時、釈迦とペコ遊んであげるのよ。で、また寝返り打つぞと思って。もうダメだよっつって、寝るときは戻してあげてねって言って、また殺しちゃうよっつって、そう、そうで、ナユタをそう死んじゃって、おのんちゃんがワンワン泣いて、で俺もへこんでて、でもうそのまま埋葬してあげて、のんちゃんがもう泣きじゃくってるから、で、3日ぐらいもう俺も、もうのんちゃんが元気出ないから悲しくね、泣いちゃったの、ベッドで。もうごめんねって。のんちゃんごめんねって。のんちゃんがすっごい可愛がってたから。で、そしたらのんちゃんが、いきなりごめんなさいって言うのよ。で、なんのことだと思ったら、ペコを連れてきて、ナユタは生きてるって言うから。いや、生きてるも何もお前、白文章じゃねえかって思って。ナユタは生きてる、ナユタナユタっつってペコに向かって言うから、そう、いや、まずクリーム文章で色全然違うしと思ったけど、それは言わないで、そう、新しい命だから、別の名前つけてあげようって言って、そう、もう肉食系っていうか、もうガテン系というかパワー系の超イケメンなんだけど、ペコはガジ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 本気で噛んでくるし、喧嘩っ早いし、飛ぶのうまいんだよ。ペコは飛ぶの超上手。あとオスだからくちばしがね、色鮮やかでかっこいいよね。太くて、いや、文書かわいい。あと十四松とね、十四松も見てきたの、この前ペットショップ行って。かわいいね。文鳥より小さいの。十四松とあとなんとかっていうフィンチ系の鳥なんだけど、すごいかわいい。もう鳥好きで好きでさ、のんちゃんと二人で見て、もうこの鳥もいいなっつって。なんかもう鳥大好きになってて。ケイちゃんいらっしゃい、若津。鳥が好きなんだよ。もう鳥だらけになっちゃうよ、この家。好きなんです、鳥が。そうなんだよ、そうそうそう。
一緒に帰るから、文鳥はね、そう、壺にも籠にも一緒に入らないからさ、一回入れたんだよ。もう半年ぐ、もう半年も経ってないけど、3ヶ月ぐらい経ったらさすがに慣れたろうと思って、釈迦を先にペコの部屋に入れて、ペコを入れたの。そしたらもうね、3時間ぐらい殺し合い。で、俺はもうのんちゃんとこうやって2人で見てて、のんちゃん静かにって言って、のんちゃん静かにっつって、喧嘩は絶対良くなるはずだって言ったけど、ただただ殺し合いが3時間続くだけだから、のんちゃんが「もう諦めよう和道さん」っつって「この2人は無理だよ」って言って そう、電気を暗くするとかいろいろ試したのよ。どうやったら仲良くなるかっていうのを試すんだけど、もうダメ。ペコと釈迦はもう全然仲良くなんない。でも最近ちょっと変わってきて、今まではペコが釈迦のことを追っかけ回してたの。もう釈迦が「嫌だ嫌だ」って言って、来るな来るなって言うと、もうでもね、そう、横にこうピタってくっつこうとするのがね、ちょっと距離が置くようになったね。そう、怒られない距離でじーっとちょっとちょっかい出そうとして釈迦が怒るみたいな、大喧嘩にはならなくなってきた。なんと水長剣。ああ、レイの声かっこいいよね。レイ結構好きなキャラクターかもしんない。俺は一番好きなのトキが好きなんだけど。トキかっこいいわ。時かっこいいよね。酉年生まれさんいらっしゃい、こんばんは。なんと水晶剣奥義小白麗 なんだろうね、あの喋り方ね。 ああいう喋り方好きなんだけど、アニメかアメリアニメ喋りっていうの。北斗の時期、ていうか北斗の拳ってね、最後読んでもなんかパッとしないんだけど、最後の敵ダサすぎない？ なんかさ、普通さ、回を増すごとに強くなっていくはずなのに、敵が北斗の拳で強さのさ、出る順番全然近かったりするじゃん。シンとかってめちゃめちゃ強いと思うの。一番最初のボスシンでしょ。シンってだってケンシロウのこと倒してるじゃん、初期の段階で。なんかね、パワーバランスがよくわからないんだよね、あの作品。だからドラゴンボールみたいにわかりやすく、次出てくるのが強くなるっていう方がいいのに、なんか最後のボスすげえ弱かったから、何なんだこの作品みたいな。不思議な感覚になるんだよな。びっくりするよ。で、このひ、あのね、結論から言うと、必殺技は存在しないっていうのが結論。結論ね。ただ、今で言うなら、その必殺技じゃないんだけど、試合の組み立てみたいなものはもう頭の中にずっとあるよ。パターンっていうのかな。必殺技は存在しないっていうのに、その発見者、やってみて。CR パチンコで北斗の拳を知りましたが、最初アミバとトキが同一人物。違う、トキの、モノマネをしてた。要は、
ジャギと同じ。ジャギはケンシロウの名前語ってたじゃん。アミはトキの、あの、モノマネというか、偽物だと。だから、あの、なんつうの、飛行をついてテストしたり。うん。なりすましだね。そうそうそう。別の人物。アミバはクソダセーキャラだから。ヘタレキャラの代名詞みたい。っていうか、ジャギ弱すぎるだろ。なんて言うんだろう。必殺ブローっていうのは存在しないんだよな。試合でそれが決まったら必殺ブローって呼ばれるだけなのよ。まあまあまあ、デンプシーロールとかさ、ガゼルパンチとか、そう、初めの一歩に出てくる技名とかあるじゃん。ドラゴンフィッシュブローとか。倒したらいいんだよ。倒したら勝ちなの。まあ、その、あと、それよりもね、なんて言うんだろう。その、変な言い方なんだけど、巨人出てきた。巨人ずっと出てきてるよ。国王号なんか巨人でしょ、あれ。うん、ああ、カオスいらっしゃい。サムネ変えたんだ。なんて言うのかな。そうね。例えば必殺技で言うなら、みんながこれ必殺技じゃんっていうのはあるよ。例えば、相手のジャブに対して、相手がこうついてくるわけじゃん。左ストレートでもいいし、そう、ジャブでもいいわ。左からついてくっていうのはセオリーの。これに対していきなり、反対側からこっちからパンチが来るのね。こうダックすると。本来は左に反らせるのね。だけど、あえて、その、逆側に、こう、ダッキングして、そっからこういう技がある。逆にシフトして、こっから。こういう技は、今練習してるね。はいはい、いってらっしゃい。こういう感じ。そう。要は、避けると同時に、こう、上から来るっていうね。それは多分、もう、もし入ったら立てないね。もし決まったら立てないどころか多分大怪我する。要は、脳やられると思う。バチン、ぐしゃ。だけどね、結局当たるか当たんないかっていう世界だから、当たるか当たんないかだよ。簡単に言ったら。当たれや必殺技だよ。でも見た目はかっこいいよ。まあブーメランフックとかいろんな技があるんだけどね。異常にそのロシア人がよく使うロシアンフックっていうブーメランフックって技なんだけど、普通こうやってフックするのをね、この肩甲骨もめちゃめちゃ柔らかくて、外から思いっきりこう持ってくるフックがあるんだけど、俺はできないね。あれ、肩の柔らかい人種だからできんだよ。ロシア人、肩が異常に柔らかいんだ。関節がぐにゃぐにゃなんだよ。だからバネでボーンって後ろから飛ばしてくるっていう。ちょっと遅れ気味でフックが来るんだよね。KO したら何ポーズ決まってるの？逆で俺は KO した時どんな自分が待ってるのかを楽しみにしてんの。KO した時自分がどんな行動をするのかが楽しみでしょうがないの。だから KO のポーズとかは特に考えてないけど、お客さんにやってほしいのは和道コールだよね。客席で。和道、和道、和道って和道リスナー全員でやってほしいね。うん、俺がビービングしてる間にこうやってこのリズムに合わせてやってほしいよね。お約束。ボンバイエはいらないわ。
てか多分なんだけど、その素人同士の戦いだからうまく入るとその漫画みたいな KO、 テレビで見るみたいな KO を見れると思うけど、捨て頃もなかったでしょ。そうじゃなくてガード固めてそのバン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 って打ってたら和田さん止めるの。スタンディングダウンすぐ取る人だから、要は素人同士だと危ないって分かってるから、力の差があるからそういうことになってんのよ。だからもうラッシュ決めて3秒ぐらいこうやってやってたら多分止めるよ和田さん。それかそのテーマソング自分で作ってないよ俺。でもテーマソングは本当はね、ヤシマ作戦の音楽にすればよかったと思って、ちょっと今更ながら音楽変えたいんだよね。そう、でんて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 んで入りたかったね。てんてんてててんてててんてんて、あの暴走モードの曲あるじゃん、あのヤシマ作戦の音楽で入りたかったね。適当にパーって決めちゃった。これは音楽自分で作らないよ。作ることできるけどね。ざわざわってなる。セコンドあるおはこさんには多分頼まなくて、今OK もらってんの鮫島さんかな。ただまあ確約ではないっつうかさ、あの配信者は気が変わるし、鮫島さん先輩だし、まあ当日まで分かんないとは思ってる。でもう一人はドルさんにお願いしたかったんだけど嫌だってドルさんに出てもらいたいんだけどね。俺はドルさんから誘われた企画全部出てんのに、ドルさんは俺がお願いしたら出てくんねえのかよと思ってひどいよね、うん、長い付き合いなのにさ、一肌脱いでくれよ。まあまあまあまだ確定ではないよ。理想は鮫島さんとドルさんだったら理想なんだけどね。いや自分で出れないじゃなくて、出ないって決めてたの自分じゃん。出れないわけじゃないよ、自分で出ないって言ったんだよ、うん、本人が決めたことよ。ドレさん多分今日放送やんないだろうな。なんか昼間に放送やってたから多分疲れて寝てるだろうな。今日はお休みドレさんだね。ねえ、鮫島さん生でイベントで見れたら超枠でしょ、ファン喝采でしょ、ワオ。そうなんだよ、あのネタでドルさんにお願いしたいわけじゃなくて、普通に格闘家として普通にアドバイス欲しいと思って、ドルさん、あのなんかそのおおあのドルさん勘違いしてんのが、要は俺の
閲覧力当てにしたいんだろうっていう部分がドルさん多分思ってるはずなんだけど、俺ぶっちゃけそんなの全然なくて、普通に格闘家としてアドバイス、一番俺のこと知ってる選手だから、あのこういけって言ってもらいたいだけなんだよね、正直言うと。まあまあまあ、結構閲覧にこだわりあるタイプだからしょうがないよな、そこは。そうなんだよね。まあまあ、でも結果が出てるからね、閲覧の魔力に取り込まれても。ドルさんは勝ってるから、だからいいと思うよ。ドルさん実際勝ってるけど、まあ閲覧の魔力はな、閲覧の魔力だし、やっぱピリ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 するんだよ。もう、要は最前線でやっていくから、絡む人も選んでいかないといけないし。だし、収入が落ちてて閲覧が上がってる状態だから難しいんだよ、ドルさんの今の、配信者としての立ち位置っていうか、盤石な体制築けてないから。だから、ドルさんも手探りでやってる部分と恐怖と戦ってる部分はあると思うよ。いやー、無理だよ。一回あそこまで行っちゃったらさ、無理無理無理。もう、だから、もうしょうがないよね。しかもアンチの数が増えすぎてるから、もう本人もそこと戦っていくしかないんだよ。もう知らない世界に行ってるよ。はいはい、おやすみ。マチルダ、ありがとう。おやすみ。会場で会おう。お昼まで配信してたり心配になる。夜中の一定の時間にやってたのに無理してるのかな。いや、本当に金ないって言ってたよ。本当に金ないらしいよ。いや、大変なんでしょう。
まあほら、俺よりも出費がさ、高いからさ、家賃高い分さ、しょうがないでしょ。出費が高い分、ね、必要経費がかかってるってことだから。まあ、今住んでる町からはもう、ね、愛情があるから、離れないはずだし。しょうがねえわな。冗談じゃないね。あ、ケイさんありがとうございます、初見さん。やっとコメントができた？どういうことだろう。頑張るね。なんだろう、やっとコメントができたってどういうことだろう。どれさんお金ないって言ってるけど、はっきり言っていいっすか？俺の方が稼いでないから。卑怯だよ、金ないアピール合戦。俺びっくりすんのがさ、つばにゃんの放送、今日ちょっと、ちらっと1分ぐらい見たらさ、ああ、どうしよう、お母さんから5万5千借りな、借りないとお金ない、どうやって過ごそう、よっさんとの企画かって言ってる時に、お前、本当に金ねえやつは、ジュースも飲めなくて、こうやってお茶作ってんだよっていう。ふざけんじゃねえよ、本当に。マンスリー圏外だわ、こっちは。もう、汚ねえよ、稼いでるやつらの、その金ねえ、金ねえって。本当に金ないやつは金ねえって言えねえんだよ。もうずるいよなあ、マジで。こっちの方が切羽詰まっとるっちゅうんじゃ。いや、マジで、缶コーヒー飲んでたのがいかにバブルだったか。ここに缶コーヒーの缶がさ、30個ぐらい常にあって片さないとって言ったのが、缶がもう4つぐらいしかないよ。本当に。あ、YouTube 見てくれてたんだ。ありがとうね。いや、マジで、マジで、マジで、本当に、本当に金ない配信者は俺だよ。笑えねっつの。いや、分散したのかどうなのかわかんないよね、もう。どうなんだろうな。どうすりゃいいんだろう、マジで。ギリギリだよ、ギリギリ。ギリギリ。ハートありがとう。あ、まあ、ユカチはね、まあ、実力あるんだろうな。アイテムありがとう。ありがとね、解放。いやー。数々の花火師が離れていったかんな。どこ行ったの？放送自体を見なくなったのかね。それとも俺に花火投げるのやめたのか、何なのか分かんないよね。もうだってさ、1枠でさ、6000円稼ぐの、4時間で6000円稼いでも厳しかったのが、1枠で今いくらよ。俺今月マジでやばいよ。本当に、6000円以下の日が何日続いてるか。だって、ねえ、2時間半喋って1000円だよ。マジで働いた方がいいかなと思うでしょ。つらたんですよ。もう閲覧も増えない、ねえ、収入も増えない、デッドだな。デッドだよ。いやいや、別にリスナーさんのせいではないから、これは。まあ気が向いた時に投げてもらえれば全然いいんだけど、さすがにでもね、ちょっとね、ちょっとやばいね。さすがにアバタンだね。ハートありがとう。みんなにもみんなの生活があるから。だからちょっとあれだよな。どうにかしないとな。
またさ、これがさ、面白いもんで、俺は放送のこと長いからよくわかってるんだけど、面白いから投げるわけでもなくて、投げてるとすごいすごいって投げられる空気みたいなのがあるのよ。これみんなわかるでしょ？なんかこの人投げなきゃとかノリで投げていくのよ。だから、投げないと、投げなくていいんだっていうふうに、どんどん投げなくなっていくのよ。だから空気なんだよ、これ。空気。そう、投げていくっていうのと、投げなくていいのかなっていう空気なんだよね。だから投げづらい空気にどうしてもなっていってしまってるっていうか。もういいや。もうやめよう、この話。辛くなる。自分で話して辛い。やめよう、もう。2月はいいよ。もういいよ。まあ、死んだ犬を蹴る行為はやめてくれ。桜雇うとかそういうなんかリスナーさんを騙すような行為は嫌だな。いや、ありのままでやってくよ。ありのままでやってく。のんちゃん、家に帰ったよ。お魚さんいらっしゃい。応援して。意外としぶといから返り咲こうぜ。まあ一個、その自分が配信者として返り咲く一番でかいチャンスっていうのは捨て頃だと思ってるね。水浴び無理よ。マイナスだよ、今日マイナス1度だよ。氷水だもん。冷たい。無理無理無理。タオルに水絞ってなんか体拭くよ。今日寒風摩擦だよ。寒風摩擦。今日はさすがに水風呂は無理だな。水シャワーはこの寒いのは無理。まあ、銭湯開く時間になったら銭湯行ってもいいし、とりあえずガス復旧だな。銭湯、家の目の前が銭湯。おやすみ、ケンタンメン。ありがとね。おやすみ。なんとかなると思うけど。
みっこさんこんばんは。アイテムありがとう。みっこさんこんばんは。いや、一旦お休みっていうよりも、道具をね、ちょっと調整すんのとか、いろいろ X さんと話し合ってるよ。出来上がるのは半年後とか。まだまだ先だよ。寝れなかったんだ。おいで。寝れない子おいで。まだできてないね。あ、寝れないんだ、みんな。昨日寝落ちちゃったの、トモさシャイニー様は全然来てないよ。シャイニー様は遠征に行ってるから今。第3次ユグドラシル大戦争に向かってるはずだから。ユグド、後に語られる100年戦争の幕開けであるって言ってたよ。聖剣エクスカリパーを持ってね、戦ってるんだろうね。あ、今復活したの。アクエリオンに乗って戦ってるでしょ、今頃。なんかモンスターハンターワールドめちゃめちゃ楽しそうだよね。モンスターハンターワールド。ワード君はあれだね、今受験シーズン真っただ中で、やっぱり4月パティシエになる夢があるから、ワード君もいないんだろうね、多分ね。残念だけどね。忙しいんだよ、みんな。ノッテンマイヤーもね、多分今、いろいろね、主人が留守だから忙しいだろうし。ノッテンマイヤーじゃん。ふわふわのワッフルね。そう、ノッテンマイヤー。
ていうか配信ついてるとこ解放全然見ないけど、配信やめたんか？やってんの？俺が見てないだけか。K さんありがとう、頑張ります。 あ、30分から1時間ぐらいになっちゃってんだ。なるほどなるほど。30分か、それじゃあ無理だな、タイミング的にな。俺もその時多分寝てること多いだろうし。おー、ありがとう。ケイちゃん、ありがとう。ロングブレスバージョンで ロングブレスバージョンですね。ありがとうございます、ケイちゃん。あ、スナック解放なんだ。スナック解放はいいタイトルだと思うね。22時30分の女でやってんだ。解放ね。逸材なんだけどね。花火パチパチもありがとう。ありがとう。助かります。お、マルーンいらっしゃい。今ので起きた？ うなされなかった、大丈夫。寝るんかい？ 風船、おお、すごい。ハート50個もありがとう、マルーンさん。おやすみ。おやすみなさい。旅に出てえな。旅に出て。
ギマさん、ギマさん懐かしいね。旅はどこに行きたい？それを決めたら旅じゃねえじゃん。それを決めちゃったら旅行になっちゃうじゃん。ふわーっと放浪したいんだよ。ふわーっと。着のみ着のまま。サイコロでも振って。ファーッとやりたいんだよね。ふらりと。そありがとう。サイコロ旅開示。誰がお前地下帝国でチンチロリンやりたいっつったよ。 そんなことやりたくねえわ。 センペリカとか言いたくねえわ。一発逆転、奇跡の展開。あ、ケイちゃんありがとう。バカありがとって。何の新年会？パンくんいらっしゃい。新年会？よっさんの呼ばれてない、呼ばれてない。全然新年会全然呼ばれてないよ。あるんだよっさんの。俺行かないよ。行かないっつうか呼ばれてすらいないよ。あ、よかった。死にたいって言ってたリスナーさんと連絡取れた。生きてた。とりあえず無事だったわ。よかったわ。あ、フォローありがとう。フォローして、応援してくれる人をツイッターと YouTube とふわっちの3つフォローしてくれると嬉しいです。ありがとう。あ、よかった。ちょっと安心したわ。生きてた。
かった、安心し、なぜ和道リスナーにはメンヘラちゃんが多いのか、みんな不器用だよ。一緒に生きてるよ今ね、リスナーさんの家で暮らしてる。リスナーさんというかパートナーというかセフレというかセックスフレンドとよろしくやってるよ。西野ふわっちで配信やってるよ。元気だよ。あ、リカちゃんもメンヘラなの。メンヘラばっかりだな、うん、心優しすぎるんだよみんな。ニコニコする生活がいいんだけどね。なんだろうね、なんかそういう人たちが集まりやすい何かがあんのかな。俺はおーアンコロいらっしゃい。なんかパルパル見てたねずっとね。パルパルのところにいたね。アンコロいらっしゃい。面白い、パルパル面白いよ、うん、パルパル面白い。あいつは持ってるよね。ツバニャンとの話引っ張りすぎでしょ。ああありがとうケイちゃん2発目花火ありがとう。ちょっと今日はね低めでいきました。低めのボイスでちょっと何起きるかな。また目覚めるんだよリスナーが、寝落ちしてたリスナーが。ああなんだっつって今度低音ね。パチパチありがとうアンコロー、ありがとうケイちゃん。ケイちゃんなのかケイさんなのか、うん、ケイちゃんでいいのかな。ケイちゃんありがとう、うん、嬉しいです。あの私あの生活費に当てさせていただきます。リカちゃんもパチパチありがとう。マルフまた起きた、寝てねえんかい。また起きちゃったよ。
また起きちゃったおっつって花火上がったのか花火で人は目覚めるんだね。ちょっと面白い現象だな、うん、呼び覚ませ寝落ちしたリスナーを呼び覚ませ、うん、寝なさいよ丸明日仕事？あ、明日何曜日だ？あ、木曜日だからね。もう仕事だろうね、うん、結構ね寝落ち枠に使われてるんですよ僕は。寝落ち枠としての安定感がすごいあるらしいね花火ありがとう。ソプラノバージョンでいきました丸い花火ありがとうソプラノバージョンレアだからね。ソプラノバージョンは何なんだこいつらって初見が近寄りがたい枠になってる、うん、ありがとう丸。寝かせねえよ寝かせねえよ寝ささねえぜ。ありがとうパチパチ解放ありがとう。ありがとうございます。牛丼が食える牛丼が食べられる。カラオケ行きてえな。今の24時間でやってるカラオケってあんのかな。カラオケ行きたい。なんかこう大熱唱したいね。カラオケいつ以来行ってないだろう。もう究極の自己満枠やりたいな。のんちゃんは今日は家。ありがとう。けいちゃん。花火ありがとう。ありがとう。なにけいちゃん、すごい花火くれるね。ありがとう。のんちゃんはね、今日自分の家で寝てて、さっき明日行くねって言って、のんちゃん今日いい子だったよって。珍しく一人ぼっちだね。うん、ありがとう、うん、君がくれた僕に足りなかったもん全て並べて。カラオケしたいな。自宅カラオケ枠やる？また自宅カラオケ枠。自宅カラオケ枠やっていいの？自宅カラオケ枠やっていい？自宅カラオケ枠なぜそれを配信に載せるんだって感じだよね、リスナーさんからしたらね。なんでてめえの歌声聞かないといけねえんだよっていう家でやれって話だよ。何あわよくばアイテムもらおうとしてんだよな。
アイドルじゃねえんだからもらえるわけねえだろっていう。家から家か、あ、なんか今一人カラオケっていうさ、カラオケボックスあるんだね。なんかその個室みたいなところでパソコンにつないであるんでしょ。人からっていうんだっけ、人から、人からってあるんでしょ、一人カラオケ専門店。新宿にあんのかな、人からって配信できんのかな。ワンカラとか言うんだ、ワンカラカラオケ専門店。ちょっと行ってみたいよね。ワンカラ、ワンカラ英和レッスン、カラオケルームっていうところで一人で歌うんだって。多分防音の部屋なんだろうね。安いのかな、ワンカラって今流行ってるらしいよ。新宿店、これか、これか、新宿店24時間営業だって。ワンカラ、ワンカラ行ってみようかな。今何時、夜中の3時、平日。え、なんだこの表記、12時から5時。あ、高いんだ。朝6時から昼の12時まで1200円、歌いたい放題。2000円ぐらいで今の時間だと朝9時まで行けるけど。ちょっと興味あるな。ワンカラ。寂しくて死なないかな、大丈夫かな。どういう仕組みなんだろうな。ダムとか入ってんの、一人カラオケって。え、でもヘッドホンで自分の部屋で歌ってるだけって恥ずかしいね、ちょっとね。ドリンクバー無料。あ、銭湯入りてえな。あ、あのさ、玉置浩二だっけ、みんな歌うまい歌うまいって言ってて、玉置浩二いいよって言ってて、俺玉置浩二知らねえわって言って、あの聞かなかったの。玉置浩二 YouTube で聞いてよ、あの「タラタラタタタ」って歌、君がいるんだ、だっけ。すごい歌うまいね、玉置浩二。田園って曲だっけ、タラタラタって。あれさ、エモすぎない、ちょっと玉置浩二。あ、ちょっとかっこよすぎるでしょあれ。田園だ、田園、田園聞いた。玉置浩二はね、あれは歌うますぎ。うん、あの曲いい曲だね。あれ CM ソング？田園って曲。なんかタイトルが良くないよね、田園っていうのが。なんかタイトルがもっと英語とかで分かりやすい曲だったらもっと言ってたと思うもん、あの曲は。なんであんな田園ってタイトルなんだろう。ちょっとよく分かんないよね。安全地帯の方がいいんだ。聞いてみるわ。安全地帯のなんて曲がいいの。でもね、あれはね、もう玉置浩二が歌うからかっこいいっていうのあると思うよ。もう曲がいいとかそういうレベルじゃなくて、なんか語りかけるような、なんかささやくようなさ、アレンジが尖りすぎてたもん。あれは玉置だからかっこいいんでしょ。あの人めちゃめちゃかっこいいね。
メロディーって曲がいいんだ。まったんありがとう。ワインレッドの心、メロディー。ほう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 。ワインレッドの心、メロディーね。なんか曲名聞いたことあるな。メロディーとワインレッドの心は聞いたことあるけど、曲が思い浮かばないね。聞いたらあーってなるんだ。ほうほうほう。聞いたらなる。田園はドラマで使われたんだ。俺田園聞いたことない。どのドラマか全然わかんない。多分世代が違うんだと思う。玉置浩二てか、ああいうさ、なんかかっこいい人いなくなったよね、おじさんでね。俺女だったらああいうおじさん好きになっちゃうと思う。ああいうダメな男、ダメだけどかっこいい男っているじゃん。リリー・フランキーとかさリリー・フランキーとかすげえ被るもんね、玉置浩二と。かっこよくてダメで色っぽい男、ああいうおじさんになりたいな。やっぱり若い頃イケメンの人、年取ってもイケメンなんだろうな。かっこいい。井上陽水色気あるか？え、嘘。ザリングさんいらっしゃい。井上陽水はもう頭おかしいおじいさんでしょ。あのさ、あの夢の中へって曲があるの知ってる？探し物は何ですか、見つけにくいものですかって。で、あの曲に逸話があって、あのマリファナのガサ入れに来た警察官を皮肉った歌だっていうあのエピソードがあるのね。都市伝説だろうと思うけど、そうやって聞くとね、あの曲すごい好きなんだよね。探し物は何ですか、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ探す気ですか、それより僕と踊りませんか、夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか、うふふーだよおちょくりすぎでしょ、うふふーっつって、うん、そのエピソードいいよね。あと、あの、X ジャパンの Forever Love っていう曲は、あの、YOSHIKI がベロンベロンになりすぎて作った歌だっていうのがあって、それを聞いてカラオケ流してみようって言ったらさ、超笑うよね。もう、もうこれ以上歩けないただの酔っ払いの歌だったんだけど、なんかベロンベロンのヨシキが頭に浮かぶの。わー、もう一回行こうヒデーとか、もう一回行こうパターっつってそれ面白いよね、ちょっとね、うん、悲しみにさよならもいい曲、うん、これ結構有名だよね。なんか誰が考えるんだろうね、こういうくだらないことって。でもなんか結構そのバンドマンの中に逸話がいくつかあって、なんかその清原がね、あの X のローディーにボコられたの本当らしいよね、うん、風船ありがとうレミ、うん、それ歌い出しだけだしな。いや X ジャパンの壊れっぷりは好きだな。なんかもうX ジャパンは何なんだろう一体何が何だかマジで分かんねえかんな本当に。
ぶっ壊れてるでしょ、あのバンド。あんなに壊れてるバンドってなかなか日本じゃないからな。清春はあの黒夢の後期がかっこよかったな。ちょっとパンクっぽい感じの黒夢好きだったんだよね。あ、でも中学校の時に一回だけね、あの同級生に清春に似てるって言われたことがある。全然違うだろ顔っていう。同級生にあれって島津清春に似てないっつって、よく言われるって言ったけど、鏡見たけど全然似てないんだよね。顔の系統全然違うだろうみたいな。まず清原こんな太ってねえし、ガリッガリだからね。でその女の子超面白い女の子で、もうクラスの中で学年の中で一番不良の女の子だったんだけど、隣の席になったので、そしたらね、なんかこうやって隠れてんの、なんか机の下みたいな、授業中に。その女の子結構美人な子なのよ、クラスの中でも。でもちょっとヤンキーというかギャルというか。で、なんかその子が隣になって、授業中に、中3のところだよ、シューシューってなんかダース・ベイダーみたいな音がするの。で、あ、何やってんだこいつ授業中にと思って、何やってんだろうと思って、でチラッと見たら、みたいな声するから、授業中に何やってんのっつったら、なんかその女の子はヘベレケになってて、島津も吸うっつって、ガスライターのガス吸ってたのその子。授業中にガスライターのガスをこうやってシューってやって、ガスをずっと吸ってんのよ。え、野球のって何、野球のって、清春ね、清春、あの黒夢っていう歌手の。ガスパンって言うんだっけ、なんでお前ガス吸ってんのっつったら、いやガス吸ったことないのって、ガスすごいいいよって言ってて、頭悪いなこいつと思って。なかなかだろう、不良だわ。シンナーとか吸ってるやついた、みんな。俺シンナーは周りにいなかったんだけど、ガスパンを決めてる女の子はちょっと引いたわ。なんでガスを吸いたいと思ったんだろうね。野球に清春さんっていう人いるの？清原か、清春ね、清春、俺が言ってんの清原じゃない、清春、清春知らない人いるんだ。清原めっちゃイケメンだよ。イケメンとは違うのか、なんだろう、清原の間違いか。清春ってね、この人だね、この人、この人、全然違うじゃん。まず体型が違うもんね。こんなに細くねえわっていう。どっからどう見たら清原に見えたんだろうね。清原ガリッガリだからな。なんかその音楽やってるやつは痩せてないとロッカーじゃないっていうのが持論らしいよ。似てるって言われた。中学の頃一回だけ。こんなにガリガリに痩せてみたいよな。洋服とかいろいろ着れるもんな。サズになってから一回ライブ行ったことあるかな。かっこいいわ清原さん。
なんで上半身裸なんだろうな。よくわかんないよね。高校生の頃、清春に憧れた男子、学校でずっと上半身裸だった。 バカだろ。 上半身裸だったバカがいんの？大丈夫その学校。アホだな。痛いやつだね、痛いやつだね。多分そいつね、中学校の頃ね、あーこれじゃない、中学校の頃ね、こんな感じの男の子だったんだと思うよ。あきらくんつって こういう男子が清原に憧れちゃったんだよ、頭悪いなそいつ。あきらくんだね、多分あきらくんの高校生バージョンだね。ヒデもかっこいいんだよな。ヒデってぶっちゃけブサイクな顔じゃん。だけど化粧映えとさ、カリスマ性でさ、かっこよく見えるんだよねヒデは。ファッションセンスもかっこいいし。なんで優秀な人は死んじゃうんだろうな。ヒデとか今聞いてもかっこいいもんな。カリスマだよね。ヒデだけズバ抜けてるよね、なんかね。そう、なんかその X と全然ジャンル違うしさ、方向性違うしさ、何なんだろうねヒデって。でもこういうジャンルがやりたかったんだなっていうのは分かるよね。なんかヒデの曲聴いてると本当はこっちやりたかったんだなって。で明らかに YOSHIKI の才能上回っちゃってんだもん。最近ギターね、あのね、ぶっ壊れちゃったんだよねギター。なんかバンバン叩いてたらペグが取れちゃって、そうネジがなくてね、チューニングできない。いやすごいよね、マンソンが前座でやらせてくれってどういうことっていうね。マンソン YOSHIKI と未だに仲いいもんね。嫌がらせでね、リスナーに対して嫌がらせをしてたらね、ギター壊れちゃったんだよ、ネジが取れた。そうだよね、 X でできない曲だよね。年っぽくないもんね。てか多分そのヒデの声に合ってる曲にチューンされてる気がする。年だと歌えないでしょ。ヒデ別に歌うまいわけじゃないんだけど、曲がすごい世界観がいいから、あれヒデボーカルで合ってるよね。メンヘラのカリスマだったんだろうな多分。なんかヒデの客層絶対メンヘラだと思う。わかる、なんとなくヒデの客層は絶対メンヘラだと思う。なるローティーンのメンヘラを絶大な支持を集めてたんだろうね多分。激しくわかるよね、だからなんかそういうさ、アーティストがそのなんだろう、メンヘラちゃんたちの居所を作ってたよねちゃんとね。こういうなんか今そういうアーティストっていない気がすんのも、すごい熱狂的だったよ。だって後追い自殺とかあったぐらいだからね。 YOSHIKI がもう後追い自殺やめてくれっていう風に記者会見で言ってたじゃん。何人死んだんだっていう。あねえ、恒例のファンね。いやなんかね、今の時代ってなんかこうかっこよくて、このなんか行き場所がないさ、その
メンヘラちゃんたちがこうなんつうの、メンヘラちゃんたちを導くカリスマっていないよね。いる誰か熱狂的な。っていうかまあ、ヒデもメンヘラだったんじゃないかっていう話だよな。ヒデもメンヘラだったんだよ、多分。気づいてなかったけど。そういえば。X のライブはもうライブっていうかなんか儀式だよね、あれ。俺 X ジャパンのライブ見てて何回もね、俺はじゃあ X はすごく肯定的に見てるのね。それはディスではないんだけど、すごく好きなアーティストなんだけど、俺さすがに、YOSHIKI がドラムソロかな？曲くれないかなんか叩いてる時にこう頭振ってるわけじゃん。でも YOSHIKI がハイになりすぎて、武道館がなんかね、ドラムプレイそっちのけで客席に走っていくの。うわーって駆け抜けてくんだけど、ドラムの音が鳴り続けてんの。会場では。で、その時にファンは怒ったりざわめくのかなと思ったら、ファンの対応が、ヨシキさんかっこいいっていうか、うわーみたいな、すごいみたいな、その、なんつうの、ライブで最もやっちゃいけないっていう当て振りって言うんだけど、叩いてるふりをする当て振りっていうのね。当て振りって一番アーティストの中でかっこ悪いことだって言われてるのに、ヨシキはこれを肯定されるんだと思って。俺、あの時の X のファンのノリの、その、ヨシキがやったら何やっても許すっていうのを見た時に、X には勝てないと思ったね。X のヨシキは神なんだって。何をやっても許されるんだって。ジルチの PV。やばすぎるから多分メンヘラ。まあまあまあそうだろうね。 PV 見てても曲見ててもそうだよね。でもなんかそういう熱狂的なバンドブームってないよね。これから来るのかな。何でもかっこいいの。そう何でもありだし何でもかっこいいっていう、俺だから思うけどさ、自殺者が2人出ててボーカルが洗脳されてるわけでしょ。俺ね、どう考えてもね、ヨシキがあれね、カリスマ性がありすぎて、周りがね、やっぱどうにかなっちゃってると思わない？ X って。ヨシキの影響力っていうか、すごいらしいのよ。ヨシキってこだわりが。だし、カリスマ性も実際あるわけじゃん。後輩もすごい育ててるし。やっぱりね、あれはね、ヨシキの呪いなんじゃないかと思うよ。あれカリスマでしょ。タイジも被害者かも。あれ？ヨシキは、持ってるよ。いい意味でも悪い意味でも。だってさ、メタルのジャンルで紅白に出るなんてありえないからね。まあ、フォーエバーラブバラードだとしても、X が紅白出るってすごくない？なんかマリリン・マンソンがなんか、なんかそのね、なんだろう、独特だと思うんだよな、あれは。今更ね、世界で評価され始めてるっていうもんね。俺実はね、ヒデの弟さんと飲んだことあるんだよね。一回お酒飲んだことあって。全然似てなかった。すごい太っててハゲで。太っててハゲで。なんか気さくなおっさんだったね。弟の人に会ったことある。お前知ってる？って言うから。音楽やってたんでしょ？知ってる？って言うから。いや、わかんないです。どなたですか？って言ったら。ヒデの弟だよ。って。え？みたいな。弟さん飲んだことあるよ、俺。うん。あれ？すごい背が低くて太っていてハゲてる人。全然違う。のんちゃん？来ちゃった。あ、来ちゃったの。のんちゃん来ちゃったの。のんちゃん水道が止まってるよ。水道じゃない、ガスが止まってるから寒いよこの家。大丈夫？大丈夫？寂しくなっちゃって来ちゃったの。寝れなかった？
寝れなかったか。のんちゃん来たの。のんちゃん来た。フォローありがとう。応援してくれる人は Twitter、ふわっち、YouTube フォローしてください。ぜひぜひお願いします。励みになるんで。あ、ドルさん始まった？じゃあドルさん始まったから引き継ごうかな。みんなお疲れ。今日もありがとう。お疲れい。ありがとうね、みんな。フォローよろしく。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。